ははい皆さんこんこににちは、えー、歴戦に越しの森山です、えー、司法書士合格講座、えー、全体構造編第1回目、えー、こちらについてお話をしていきたいというふうふに思います、えーまあ、全体構造編の1回目というか、まあ、これから始まるですね長い長い合格講座こちらの第1回初回ということになります、まあ、これからですね一緒に勉強頑張っていきましょうこの司法書士の試験というのは非常にこう難しい試験ではあります昔は合格率が3%ということになっておりましたが あ最近は4%ぐらいですね。今年も4%ぐらいということになりましたから、あ昔よりは少しは受かりやすくなっているということではあります。えー、まあ受験生がですね、えー、まあ少し減っているところはありますが、あ合格者の方がそれほど減ってないという関係から、あ少し合格率が高くなっているというところはあるわけです。まあそれにしても低い合格率ということになりますから、あ生半から勉強で受かるものではありません。え一緒にですね、一年間勉強してえしっかり力をつけてえ合格をして。 いただければというふうに思います でまあ、難しい試験ではありますがきちんと1回で受かる方はいるし、えー、短期で合格する人はたくさんいますそれはもうきちんとやることをやったという人なんですね、えー、この試験というのは、えー、難しい試験ではありますがあ中身が難しいというよりはきちんと誠実に勉強していれば受かる試験、えー、覚えていることを記憶すべきことをしっかり覚えていれば受かる試験ということになりますからきちんと合格できるための勉強というものをやっていく必要があります。でここののクラスでででそれ一一緒にやっていくわけですが一発合格できる人、まあ、この同じ教室 な勉強してもですね1回で受かる方あるいは何回もかかってしまう方あるいは受からない方という方がいるわけですよですからしっかり合格するために講義を利用すると講義をですねただ聞けばいいということではなくてしっかり役立てるように利用するんだそんな意識でいただければというふうふに思いますそのために1回で受かる人っていうのはまず講義は原則休まない3つ約束します講義は原則休まないで あの休んでしまうということもあるかもしれません、あるいはあこの通学で来ている方であればです、ねえー、どうしてもこう遠方で、えー、日程によっては来られないよとか用事があって来られないよという方もいると思います、そういう方はしっかりこうフォローしていくということですね、えー、次の講座には来るように、えー、その休んでしまった講義は次の日にきちんとウェブでフォローすると、えー、こんな形です。通通、えー、通信信ででで聞聞いいいてててるる方方も、えー、もっっととととたくくさんん思いますす全国でですねで通信の方に関してはあのきち予予定通り聞くと予定りを作って 予定通り聞くつまり、えー、通信の方に関してはあ通学生のつもりで日程を立てて、えー、それを伸ばさないということが大事ですねあの通信の方が伸び伸びになってしまって、えー 直前期にですね、えー、本試験ちょっと前に先生、まだ聞き終わってないんですとその時に初めてこう相談する方もいるんですよそうならないようになるべくこう早く相談していただければいいしあの電話相談なんかも毎月日程決めてやっておりますからあこのクラスではやっておりますからぜひそれもやっていただければいいんですけれども、まああのまあ、そういういことですよね通学生の方は休まない通信生の方は通学生のつもりできちんと日程を決めてそれを守っていくんだ。 まあそんな形でやってくださいそれからもう2つ目ですね講義で覚えろといったことをしっかり覚えるということでこの試験っというのはよくガイダンスなんかでもですね理解が大事ですよと理解をしていれば記憶できるんですよとかいうことはよく言われます、まあ、それは確かにそうですでも記憶するっていうのは意識しないと覚えられません で講義で理解するというのは楽しいですよ、あ法律でそうなっているんだとあその仕組み知らなかったとでも、それをじゃあ覚えようという意識でもってしっかり記憶していくってことが実は大事なんですね。 あのですからもうその地道な作業です、この試験というのは講義を聞いてそれがメインじゃないです講義を聞いた後にしっかり記憶の時間を取るんだということが大事ですから講義でやったことをしっかり記憶するこの記憶するというのはテキストを見て覚えるというのではなくてもう閉じて思い出せるようにする本試験でやらなければいけないのは思い出すことですですからテキストを見て知ってる知ってる何か覚えたというのゃだめでもテキストを閉じて 例えば今日代理やりましたってなるら代理の中身を全部思い出せるぐらいにしていくということが大事ですねで、これ1回で覚えられると思ってはいけません、やっぱり何回も何回も繰り返していくということが必要です。 まあ今年の合格者、まあ、例年、合格者でですねもう例えば私のクラスでは復習教材として携帯使用書士なんて皆さん使ってくれてますがあそういうものをです、ね、もう50回、60回やったという方は毎年いて受かる方ってみんなそれぐらいやってるんですねで3回、4回やって覚えられませんそれは当たり前ですよもう何回もやって何十回もやって初めて記憶できたりします。ということであの1回、2回で覚えられるというふうふに思わないでもうきちんと、えー、何回も繰り返すんだということですね。あの 回二回で覚えられないって自分責めることはないんです。えー、みんなそうなんです。えー、それを何十回とやって初めて覚えられるんだ。あ、えー、そんな感じですね。脳というのは忘れようとしますから、あのー、全部覚えてたらキリがないですからね。えー、例えば皆さんも今日。 電車の中で隣にいた人とかは絶対もう忘れますよ、すぐ、えー、それを全部覚えていたら脳がパンクします、2時間でパンクするというふうふに言われてますねですから見たものってのは忘れよう、忘れようという性質が脳にはあるわけですよで、それに逆行して覚えなければいけないということは脳に必要だというふうにすり込まなければいけない、赤ちゃんがお母さんの顔をです、ねえー、これ、お母さんだって毎日見てるから覚えられるわけです、脳が必要だと言った考えたものは覚えられるわけですよね、えー、脳に必要だと思い込ませるためにはもう毎日接することです。そうするとあこれ必要な 情報なんだなって脳が思って覚えてくれますからあいうことでもう何回も思い出そうとするんだあるいは記憶しようとするんだあいうことをやってください、えー、3つ目余計ななことはしない。 どうしても、うん、今、情報が氾濫している時代ですからあのこれがいいんだとかあれがいいんだとかあっちの予備校ではこれをやっているとかいろいろ言われたりしますあるいは司法試験の問題もやった方がいいのかとかあ,あれについては行政書士の問題をやった方がいいのかとかあ言いったことでいろいろ言われますけれども皆さんは私が講義で提供するあるいは必要ですよと言ったもので手一杯のなはずなんですでそれをしっかりやってください、えー、ですから、い、ま、ろ、あ、んな情報を仕入れると思います。 それをですね全部こう取り入れてやろうと思ったら全部中途半端になります、講義でやっていることだけで手一杯のはずだしそれをしっかり吸収した方が1回で受かっているわけだしそれをですね吸収しないで他のものに手を出すと何もかも中途半端になりますよですから、講義で言ったこと講義で必要だという,ふうに言ったものに関してそれをしっかりやってもらうことが必要です、余計なものをやっている時間ないですからね。であとはなるべく 勉強時間を割いて勉強してくださいあのこれからです、ね、一緒に勉強していきます、えー、だけれども、まあ、それをしっかりやっていただくのは皆さんですからあの勉強時間、なるべく1分でも1秒でも取ると。えー、もちろん長丁場ですから あの初めから飛ばしすぎると、なかなか大変です、まあ、その辺りの話はまた後でやりますが、えですからきちんとですねそんな形でペースを保ってえ勉強していただければ、あとはもう継続ですねえ、そんな形です。ということで、まあ、休まない、えきちんと記憶する、余計なことはしないといったことを守っていただいて、最後まで乗り切っていただければという,ふうに思います。 あの当たり前のことをです、ね、当たり前にできるという方が4%ぐらいはいますですからそういう方にぜひなっていただければといいう,うに思いますねそれでは全体構造編ですね3回でお話をしていきます3回ですからそんなに大それたことはお話をできませんがこれからその後に民法の勉強入っていきますのでその民法の学習にスムーズに入れるように司法書士の試験の話それから法律の基礎の話それから民法の基礎の話 あとは不動産のときちょっと話せればなというふうに思っておりますでこの全体構想のテキストではもう全部の科目が入っておりますが到底3回で全部の科目を触れることできませんので法律の基礎それから民法の基礎不動産登記の基礎のあたりを中心にお話をしてそれからまあいろんな法律の体系ですねそんなところがお話しできればなというふうに思っておりますとにかくまあ民法の学習にスムーズに入れるようにしていこうというふうに思いますで今回は えこちらのブレイクスルテキスト、えー、こちらを全体構造編ですね、えー、お手元にお出しいただいてあと講義ノートというものが1つあると思いますからこちらをですね、えー、お手元にお出しいただいてこの2つを使ってお話をしていきますでこれから民法の学習に入ると、えー、基本的にはブレイクスルテキスト、えー、こちらが中心ということになります。 ただ、この全体構造編のところではあの、まあ、皆さんにですね法律を理解してもらうという意味において、えー、講義ノートこちらを中心に使っていこうというふうふに思いますから講義ノートとブレイクスルーテキストをちょっと出していただいて講義を聞いていただければというふうふに思います。では、えー、早速始めていきましょう えー、ブレークスルテキストの方ですねまず、えー、第1章のところ第1編のところが、まあ、司法書士の業務内容と司法書士試験ということで、えーまあ、もうガイダンスだとかあるいはもうここに来ているということはですね司法書士のことについては色々調べているだろうという点もあるとは思いますがあ司法書士の仕事の話とか。 あるいは、えー、試験の話だとかこの辺りをちょっとしてからあ勉強の方に入っていきましょうでは、えー、まず3ページのところですね、えー、司法書士の業務内容というふうに書いてありますで司法書士は、えー、何ができるのかといったならば第一節、登記業務というふうに書いてあります、えー、登記業務 え不動産あるところに投機ありと書いてありますが、まあ、1つは不動産投機ということになりますでこの不動産投機というのは、まあ、どういう投機かというと例えばえ不動産というのは土地とか建物のことですねえ動かないものだから土地と建物のことを不動産と言いますでえ皆さんがコンビニで木を買ったようなものは動産と言います動くもので動産動く財産で動産えこの不動産屋さんで売っているものは、まあ、土地とか建物が売っているわけですよ でその不動産については登記という制度があってその登記の申請をしていくのが司法書士の仕事なんだということになりますでじゃあ、この不動産登記というのが民法の次に勉強することで、えー、重要な試験科目になっていきます。 どうして重要な試験科目になっていくかというと皆さんが登記の業務というのを重要な仕事として試験を受かった後にやっていく司法書士登録をした後にやっていく仕事だからということになるわけですね午後の部で16問も出るわけですよでじゃあこの不動産登記の仕事って何なのかって話をしていきます先ほど不動産というのは土地とか建物だっていうお話をしましたがその土地とか建物を例えば A さんから B さんが買いましたって言った時に何をするかというと不動産登記簿を A ささんんんから B さん名義に変えていく必要があるんですねでこれ何の話をしているかというと例えば皆さんが小学校で、えー、教科書を配られたとしますそうすると、えー、新しい算数とかいう教科書を配られるわけですよそうするともう誰の教科書か分かんなくなるから先生がすぐ名前書きなさいっていう話をしますねで教科書の表に、えー、何年何組、えー、森山和正とか書きますよ でそうすると名前書くことによってこれは自分の教科書だとううに人に主張することができるようになりますが不動産も全く一緒です土地とか建物も名前書いておかないと人に俺の建物だ俺が買ったんだというふうに主張することができないんですね。じゃあ表札を立てておけばいいのかというとどうするかというと、えー、不動産は大事な財産ですから国の方で陶器という帳簿を作っています、まあ、実際にはコンピューターの中にあるんですが昔は紙で作ってましたけどねそののコンピューータの中に、えー 登記がありますから、登記簿がありますから、その登記に自分の名前を入れてもらうんです、ああの不動産は A さんから B さんが買ったんだなというふうに B って名前入れてもらうと、その不動産は B のものですよ、その土地は B のものですよというふうに言えるようになるわけですよ。ですから、誰かがあ僕のものだって言ったときに、登記簿見てみろと。 俺の名前書いてるじゃないかとちゃんと主張してい、えー、くことができるわけですこのように、えー、登記っていうのはあ不動産についての,あの教科書の名前みたいなもんだと第三者にアピールするためには第三者に主張するっていうんですけど主張するためには名前を書いていかなければいけないんだでじゃあその名前書くっていうのはどういうことかというと登記記録っていうのがあってそこに B さん名前書いていくんですが法務局って っていうところに登記簿があるんですけど、えー、その法務局の職員が、登記官が自分であ,あの不動産 A から B に売却されたから名義を書き換えてあげようとっ,ってやってくれるわけじゃないんですね、登記申請というものが必要になりますその登記申請をすることで、あすみません、登記官さん、あの不動産、ね、A さんから B さん買ったんです、登記申請しますって言って申請をして初めて B さん名義に書き換わるわけですよ。 その登記申請点意外と難しいんですどうして難しいかと当たり前で何千万もする不動産の名義を書き換えるわけですからペラ1枚の紙を適当に出して名義を書き換えらてくれるわけないんですよねだから売買した証拠だとか義務者の意思確認の書面だとかあ権利者の住所が合ってるかどうかとかそういうのも全部添付書類として付けていって申請書の書き方も全部決まっていって出していかないと名義を書き換えてくれないんです。 だから素人の人がなかなかできるものではありません、もちろん簡単な登記は申請できます、低等権抹消とか。 もうあんまり銀行もです、ねえー、まあローン開始終わって抵当権抹消とか興味ないのでペッてこう書類くれますから自分で一生懸命調べてやったりしますけどその所有権移転の登記などというのは A さんから B さん買いましたなんて登記はもうその日のうちに申請するということになるわけでそうすると、なかなかこう A さん、B さん自分たちでは申請することができないので司法書士に頼んでじゃ司法書士さん今日中にちょっと名義を書き換えてくれませんかと、えー、後日になるとまたあなんか大変なことになる。 かもしれませんから登記早いもん勝ちですから、ね、今日中に登記入れてくださいなんて話になるとこれはもう司法書士がやっていくぞということになるわけですこのように登記申請というのを代理でやっていくんだというのが司法書士の仕事ということになりますで、えー、別にじゃあ知識があれば誰だってやっていいだろうというとそうではなくてこれはもう弁護士か司法書士しかやっちゃいけない仕事なんですね ですから司法書士の資格を取らなければ登記の仕事はできないんだということになりますあの法律を引くと行としてできるということになりますからたまたま1回、ちょっとうちのお父さんが低当権抹消の時できなそうなんでちょっと法律に詳しい私がやってあげますみたいな1回だけやるとかの身内のものをやってあげるっていうのは別にいいんですよでも、行としてそれを金儲けとしてやることができるのが司法書士なんですね。 えですからこれ例えば、あそういうことをです、ねえー、資格を持っていない人がやっちゃいけないよということになってますからいわゆる独占業務ということになるわけです。で、えー、このページです、ね、3ページ、まあ、これが不動産登記の仕事で、まあ、実務出てもよくある仕事ということになりますが三段落目に商業登記ということが書いてありますが商業登記というのも、えー、これ司法書士の仕事ということになります。 で商業投機って何かというと会社の投機です例えばレックも会社です株式会社東京リーガルマインドって会社なんですねえ皆さんレックっていう会社だと思ってますがあレックっていうのはなんかお掃除用品かなんかの会社ですからあこれは東京リーガルマインドという会社なんですよで東京リーガルマインドという会社もこれ会社ですから投機してます これどういうことかというと会社っていうのは設立して立ち上げたらその会社の情報というのをやはり法務局に会社の登記っていうのをしておかないといけないんですねで、この会社の登記というのはあその会社の代表者は誰か 資本金はいくらあるか支店はどこにあるかというのをきちんとこう、えー、公開情報として出しておかなければいけないそうじゃないと例えばある会社と取引しようとする人があの会社はどんな会社なんだろう、えー、資本金いくらあるんだろうなんてことを分かるシステムがないと安心して会社と取引できないんですね、えー、ですからそのような会社の情報というのをきちんと公開しておきましょうということで、えー、登記という制度があるわけです。もちろん 会社の情報を調べるのにまず登記を調べるというよりはまずホ,ホームページとか調べる方も多いと思いますがホームページって基本的にその会社が書きたいことを書きたいように書きますから会社の有利な情報しか書いてないわけですよねですから、その登記っていうのはこれは絶対書いておきなさい。 資本金少ないかもしれないけどごまかさはちゃんと書けよって全部決まってるわけですよだそういうシステムがあるのでその会社を立ち上げるときには登記をしなければいけないんですねだからその設立登記って言って会社を作るときには登記申請をして会社を作っていくで会社ができたあとに関しても例えば資本金が変わりましたとか役員が変わりましたとかあこういうのも全部登記申請をしていくんだということになりますこれも法務局の方で勝手にあの会社変わったんだなんて変えてくれないんですよ登記申請というのをしていかないといけないですね この登記申請というのもまあ難しいので司法書士がその会社の社長から依頼があってすみません、うちの会社資本金変わったんです登記お願いしますといった形で登記をしていくもっと言うとうちの会社資本金変わったんでって来ることはまずないですね。 えー、どう先生、どうやって資本金変買えるんですかから来ますよ、そうすると、じゃあ、資本金はじゃあ株主総会まず開きましょうと、でその後債権者保護手続きやりましょうと、えー、じゃあ一緒にやっていきましょうねみたいな感じで、初、まあ、めから普通はあ関与していきますが、まあ、そんな形でやっていくということになります、よろしいでしょうか、ですからこのような投機の仕事というのがまず司法書士の大きな仕事ということになっていきます、これは昔から投機の仕事というのは、司法書士の一番メインの仕事ということになっております。 で4ページのところいってください訴訟業務というのがありますでこちらの訴訟業務というのは裁判の仕事つまり弁護士と同じように法廷に立つことができる弁護士と同じように法廷に立つことができるということですで弁護士と同じように法廷に立つことができるんだったら弁護士にならなくていいやんというふうに思いますがさすがに限界がありますでどういう限界があるかというとえ弁護士っていうのは例えば裁判の仕事 テレビなんかで見ると刑事裁判とかやってることが多いですよね、えー、実は無罪なんですとか主張してでそれはできません民事裁判のみですね民事裁判のみえ金貸したけれども返してくれないとか過払い金払いすぎたから取り戻したいとかあるいはあ大家さんが敷金を返してくれないから取り戻したいんだとえこういうのは民事的な裁判のみなんだ刑事裁判はもちろんできませんですからなんか被疑者被告人になっちゃったと、えー、冤罪だーなんて言ってです、ね、えじゃあアリバイ証明しようとかそういうことはできないと。 こういとになりますね民事裁判だったら何でもできるのかというとそうではなくて簡易裁判所で140万以内の裁判簡易裁判所の140万以内の裁判しかできません簡易裁判所の140万以内の裁判ですねそういう限界はありますだから民事裁判しかできないし裁判所も簡易裁判所のみだしそれから額にしても140万以内だ ということになりますので、その範囲内での訴訟に限定されます。まあ刑事裁判はできなくていいっていう方は結構いますよね。それはちょっと怖いからみたいな。あら民事裁判だ。じゃ民事裁判140万、えー、簡易裁判所。 じゃあ、あその会裁判所の140万以内ということで、えー、それはもう、簡裁判所しかできないんじゃしょうがないなと思うかもしれませんが、全国のほとんどの裁判所は、開易裁判所なんですよ、まあ、気楽に聞いておいてくださいね、このあたりは、最高裁って1個しかないです、高等裁判所って、全国にブロック的に8個ありますで、地方裁判所は都道府県的にありますから、まあ、北海道少しあって、50個ですねで、簡易裁判所は438。 ありますから、もう500ぐらいある裁判所のうち440ぐらいは簡易裁判所ですから、もうそこで全部裁判することができるんですよ。で、えー、いうことで、まあ結構多くの裁判所で裁判することができるし、まあ簡易裁判所で型がつけば、あその上の裁判所に進まないことも多いですからね。え日本の裁判所ってあの三審設ってあのー。 不服があればどんどん上の裁判所に進んでいけるんですね。え関西の判決に不服があれば、よー負けちゃった敗訴、はい、だ、控訴だって次に行けるんですよ。地裁で地裁から控訴へって行けるんですけれども、まああのニュースなんかでもちょっとじゃあ第二ラウンド始めようなんつって控訴のニュースがありますが、まあ時で控訴断念って話もあると思いますが、あの。 簡易裁判所で判決が出ましたと負けちゃいましたと次戦っても負ける可能性高いんですよ逆転する可能性って低いんですねだからあ関西で判決が出たらもう控訴はいいやって肩がつく可能性がありますのでそれで、まあ、あ裁判やってえきちんと面倒を見てあげることができたよっていうケースは結構多いんですねよろしいでしょうか。で、えー、いうことです。まあ、ただですね、まあ もちろん控訴されちゃって弁護士に手放さなければいけないという話もありますしそれはもうオールマイティではもちろんありませんただ、例えば何か遺産分割とか相続の仕事とか売買の仕事とか絡んでいる時にまあいざとなったら訴訟できますよと。 おいうのは結構、後ろ盾として強いということにはなりますよね。いうことです、よろししいでしょうか、まあ、だからこの訴訟業務っていうのをメインにするというのはなかなか難しいです、昔はこの訴訟業務を例えばですね過払い金訴訟、なんて聞いたことありますかあの CM とかでもよくやってますがあの要は消費者金融に払いすぎた利息を取り戻すぞな,なんていうことですごくもう大きな事務所を作った事務所も何件もあるわけです。 もう東京なんかでもです、ね、司法書士を100人ぐらい抱えて、もうすごく財を成したみたいなことがありますが、まあ、これからは正直言うと、そういうことはまずないですね、過払い金訴訟のブームが言ってみれば過ぎたわけです、もうみんな取り戻し済みなわけですよ、取り戻す人は。だから、この訴訟業もメインにするというよりは、まあ、いざとなったら訴訟ができるとか、あるいはお客さんといつも取引している中でちょっと訴訟が一件あるだとか、そんな形で補助的にこう使うことがこれからメインになるかなということですね。例えば不動産絡みでも結構ありますよ 皆さんがあ資金返してくれないだとか、そういうトラブルに関与できるということはあります。えー、よろしいでしょうかね。で、えー、それからですね、5ページの方に行くと成年後見業務と書いてあって、でこれがまた仕事がたっぷりあります。 でこれもまあやりたい方とかあるいはそういうのはやりたくないという方も結構好き嫌いはあるんですが、まあ、ただ、正直言うとですね成年後見業務に関してはもう仕事がありすぎて人が足んなくて困っているぐらいということです、ねえー、まあこれからもっと増えます。 なぜかとというとこれからまあ高齢化社会になりますからあの例えば認知症だとかそういうお年寄りの方が増えてくるわけですよそうするとその人の財産管理をしてあげるなんていうこの貢献の仕事っていうのはどうしてもこう増えてくるということになります、えー、上から2行目に書いてありますが精神障害などの理由で財産管理や契約締結が難しい人を保護しサポートする制度だということになりますね、まあ、実際にに例えばば認知症にななっっちゃった方であれば身近な世話だととかそういういことを介護の 人のなんかがしていきますが、まあ、この司法書士の貢献の仕事というのは言ってみればその監督みたいな仕事ですね、えー、じゃあ、現場の介護している方から連絡来て、えー、すみません、あの本人が今お小遣い欲しがっているんです、えー、いいですかと言ってじゃあいくらあげましょうとかあそんな形をこう世話してあげたりだとかああいうことになります、えー、ですから、まあ、そういうことではですねかなりこ,うこれから増えていく仕事ではあるし、まあいまでも足りないということになりますただ、あの正直言うと大変な仕事ではありますね。 ただその非後見人というんですけどその認知症になっちゃった方とかあるいはですねそういう方のこう性質というかですね一人一人大変さは違うんですよ、正直言うともう例えば私の教え子なんかでもなんか毎日こう小遣いくれて電話がかかってきて大変だという方もいるしもうなんか普通に住んでますみたいな方もいますからこれはちょっと。まあ 大変さっていうのは人によるしその事件にもよるわけですが、まあ、なかなかこれから大,大切な仕事にはなっていくことには違いないということになりますよね。えー、ということでこれが成年後継の仕事ということになります。その、えー、まあ 認知症になっちゃって、えー、じゃあ、成年非後見人ですよってなると保護者をつけるそれが後見人ということになるわけです、えー、裁判所を通してつけることになりますでこの成年後見の仕事は今までの登記、えー、の仕事やあ訴訟の仕事と違って資格はいりませんだからこれは司法書士だからできるということではなくて司法書士もできる司法書士がよくやっているとこういう仕事です だから司法書士以外にも社会福祉士の方だとか弁護士の方だとかいろんな資格の方がやっていて別に司法書士じゃなくてもできるんですが正直言うと司法書士が一番多いですえこれ、裁判所が認定してくれないとなれないんですねじゃあちょっと認知症になっちゃったから成年非後見人の審判しましょうとじゃあ後見人つけましょうと先生後見人お願いできますかと裁判所から指定されないとできないわけですよ で裁判所が、まあ、素人の方をなかなかこう審判しないのでそうするとやっぱり司法書士は信頼が厚いですから司法書士はもう もう平成12年できた当初からもうリーガルサポートとか作ってかなりこう力を入れてやってきたわけですねだから、まあ、ああ裁判所も司法書士の安心だということで司法書士を専任してくれることが多いですのでそんな形でこの司法書士がですね成年後継の仕事を実は一番任されてやっているんだというところではありますだからこれはまあ専属的な独占的な業務ではないですけれども司法書士になるとやっぱりこの成年後継の仕事というのはもうやりたいだけやれるということにはなりますね。よろししいでしょうか では次は次ページ。まあ、その他ということで、えー、他にもいろいろあるよということで紹介していたらきりがないですが、まあ、遺言の仕事だとか企業法務の仕事だとかあこんなのもいろいろありますよということで、まあ、障害的な仕事なんかもありますね日本にも外国人の方も増えておりますから例えば韓国籍の方の相続だとかそういうのもあの結構いろいろ やったりしてるんですねだからこの司法書士っていうのはもちろん司法書士の資格取ってればもちろんいろんな業務できますけれどもプラス語学だとか何かあることによって結構プラスアルファがあることによってうーんいろんな仕事に膨らんでくることもあるんですねえ例えばあ韓国のまハ、あ、ングルとかが読めるということで、えー、韓国の方の相続だとかを、えー、中心にやってるまあ、もちろんこの もともと韓国で育って日本で塩少子の資格を取っている方も結構いますから,だからそういう方がまあ中心ではありますけれどもそういう仕事をやったりだとかいうこともありますあるいは、まあ、あの中国をしゃべれる方でこう中国の会社との関係で登記をするだとかあ,あいうことでもありますので結構まあ語学なんかもそうですがいろんな要素を付け加えることによって業務の幅が広がったりしてますねあの私のクラスで あのプロの歌手の方がいてあの歌の世界もなかなか厳しいということであの、まあ、CD もくれましたけどね、えー、司法書士の資格取ったらこの歌プラス司法書士でも組み合わさるようでだ何でも組み合わさるんですよあのなんか歌歌いながら小学校に法律の教育を行くみたいなあそんなことでなんか,かなり引っ張りだこだという話をしてましたけどね、えー、なんか法律をこう小学校に教育をしながら最後歌歌って喜ばれるみたいなああいうことですね。なんか紅白歌合戦 にあのメインで出たわけじゃないですよあの、なんか地下かなんかでコーラスをするとかで、えー、そういうのも毎年のようにやってたようですけれどもね、えー、いうことで、よろしいでしょうかね。ということで、まあ、このあたりは気楽に聞いていただきましたけれども、えー、7ページのところからあ、司法書士の試験の話ですね、こちらをしていきたいというふうに思います、えー、7ページのところ、まず、えー、第1節、試験の特性というふうに書いてありますが、1行目、実務化登用試験だ、実務化登用試験だというところをマークして押さえておいてください。 実務化になるための試験です、まあ、資格試験に関しては実務化登用試験が多いですが例えば、えー、法律の試験でも検定試験っていうのはありますだから、まあ、検定試験実務化登用試験いろいろありますけれども司法書士はこう実務化登用試験的な色彩が強いということですね、まあ、例えば 大学入試というのはどういう試験かというと入試に,、まあ、に入学試験というぐらいだから試験に合格した後に大学で勉強するわけですよ勉強する前提の試験だからあなたこれから勉強に耐えられますかということで、まあ、例えば論理的思考力だとか基礎学力とか聞いてくるわけですよところが、えー、この司法書士の試験ってそういう試験ではないんですね、えー、これから試験に受かったら勉強が待ってます とといいうことじゃないんですあもちろん少し研修がありますよただもう実務に出ていいですよって試験なんですねだ入学試験じゃないんですよだから論理的思考力だとかそういう基礎学力だとかではなくて実務ができますかってことを直接で聞いてくるってことだから性質とすれば運転免許証の試験これ運転免許証の試験に合格したら免許がもらえて運転できるわけですよってことは運転に必要なことを全部聞いてこないとおかしいわけですよね もう実務やっていいという許可書なわけだからだから実務で必要なことを現実的に聞いてくるわけですだから、最終的には論理的思考力というよりは実務で出てくることをきちんと記憶しているかどうかということなんですよだから細かいことが聞かれるわけです印鑑証明がいりますかとか住民票がいりますかってなんでそんな細かいことを聞いてくるんだとうう思うかもしれませんが銀行で決済の場で先生、印鑑証明いりますつってとっさに答えられないといけないわけですよだからそれ聞いてくるわけですね 相続はいつから何ヶ月以内にしなければいけませんかこれがまあ強要的な試験であればなるべく早くとか <laughs> それはもう法的安定のためとかこういうふうに答えればいいですよ。司、ま、法、あ、試験とかそういう性質ありますからねこれからあの司法収集所に行くための論理的思考力などを聞いてくる面が強いですからそうすると。 例えばどうして早くやらなきゃいけないんですかそれはもう早期解決のためだというところはやっぱ押さえていただいて細かいことは6歩引けばいいじゃないかというところあるわけですでも、法書士の試験そうじゃないんですねその何ヶ月っていう数字を聞いてくるわけですよこれは、まあ、もう実務に行くための試験だということになるわけですよろしいでしょうか。 まあそれは弁護士と司法書士の違いでもありますよね、弁護士というのはもうどんな事件が来るか分からないですから、知識というよりは考え方なんですね、でもう聞いたことない法律だって読めるようにするための基礎学力、論理的思考力が大事なんですが、司法書士はこの登記に関しては聞いたら答えてもらえるよ、こういう方が強いので、やっぱり記憶中心なんですよ、これが実務課登用試験とことですね、実務で必要だから聞いてくるんだということは、実務で必要な知識を正確に抑えてなければいけない、知識の正確性が要求されます。 とということでえ次の太字に書いてありますがあ受験勉強で身につけた知識を現場ですぐ使うことができるんだ逆に言うと現場で使えるように正確な知識をつけておくこれが皆さんの課題です正確な知識をつけておく <laughs> でだからこれから勉強するときにまた後で勉強法で言いますが勉強するときにもう知識を正確に覚えるってことを本当に意識してくださいね一番最初約束しましたがあ復習するときに記憶する テキストを見てあそういうことやったよね確かにこれ納得できるわっていうのではなくて本を閉じてじゃあ要件3つ言えるかな分数言えるかな何ヶ月って言えるかな全部そこまで正確に抑えていく方が受かるんです。だかからこのの試験というのはとにかく、まあ あの誠実に記憶したよって方が受かるのであって、えー、勉強法だとかあそういうことに、まあ、最初のうちはいいんですよ、えー、いつまでもこうあの予備校がいいだとかいうふうにこだわっているのではなくてとにかく誠実に勉強した方が受かるんだよということをです、ねえー、きちんと押さえておいてくださいでは8ページのとこに行ってください8ページのとこに行くと試験科目が書いてあって 太地のところを見てください、えー。午前の択一が35問で1問あたり3点105点満点、えー、午後の部の択一も35問で1問あたり3点105点満点です記述、えー、式については2問で70点満点とされているので満点を取ると280点と、えー、いうことになります図表を見てくださいその下の図表午前の部が9時半から11時半で択一が35問 すべての問題は同じ配点で、1問3点かける35問で105点ですねで、午後の部、こちらも択一があ35問ですね、えー、いうことですでこちらも1問3点かける35問で105点ということになります、105点、105点ですね、で午後は期日もついてます。 午後は期日もついていてこの期日がですね、えー、70点、これ1問35点です、えー、合計280点ですよということになります、で午後は期日がついている分1時間多くて3時間です、だから午前が2時間、午後3時間、で1時間増えた分は期日があるよということになっていきます。よろししいいででょょうううかかちょっととと見てもらうと午前のというの部はなんか 聞いたことあるような科目並んでます憲法とか民法とか刑法とかあなんか聞いたことあるわ刑法ってあの窃盗罪とかそういうやつでしょって、えー、いうことですよね憲法ってな聞いたことありますかね表現の自由だとかそういうやつですよで午後の部はえ何教託法って,ってそういう世界ですよねで午後の部のがちょっとマニアックですがこれ実務で結構必要な法律なんです教託の手続きなんかも皆さんの仕事だし不動産登記の手続きも仕事ですが午後の部はとにかくまあ仕事に直結します 法務手続きに直結する、えー、法律なんですね。午前の部はどっちかって言ったらその、えー、後ろ盾となる基礎的な知識ではあるんですが、午後の部はもう本当に実務直結の知識ですよということになります。で、記述式が出ます。記述式。で、この記述式が1問35点でやたら配点高いなというふうに思うかもしれませんが、この記述式って例えば行政書士なんか受けた方はあなんか百四十字記述とかそういうのをイメージすると思いますが、これこの記述は 本当に本格的で、例えば、択一っていうのは、うん、5個選択肢があって、1ページで収まってますが、この記述式というのは、もう16ページとか使って1問が構成されてるんですよ、資料がたくさん与えられている、で何を聞いてくるかというと、申請書を書けるかどうか、先ほど不動産登記の話をしたときに、不動産登記の申請をしていくんですよと言いました、その申請書を実際に試験の現場で書かせるんです。 これが午後の部の36問目が不動産登記、えー、午後の部の37問目が商業登記って形で出てくるんですねそこで資料がわーって与えられますでどんな資料が与えられるかというと、えー、例えば皆さんがホームリツコさんとかああいうです、ねえー、司法書士になるわけですで司法書士の事務所にお,きさお客さんがやってきてわー,わーわーわーこういうこと言ってますよとでこんな資料を持ってきてますよそれが別紙1から別紙9ですみたいな感じで与えられるわけですよそうすると戸籍があったり 遺言があったりするので何が起こったかを皆さん判断しますそう遺言書が2枚あるなんで2枚あるんだ片方日付が新しいあこっちの遺言の方が有効だなと遺言ってその死んじゃった人の最終の意思表示ですから2枚遺言があったら新しい遺言の方を優先させますですからあこの遺言は使わないんだなってこ民法の知識で判断していくわけですね あるいは戸籍を見ていただいてあ非相続、まあ、その亡くなった人を非相続人って言うんですがあその非相続人の相続は誰がやるんだろうかあ子供もが先亡くなっているからどうなるんだろう全部判断していくわけですよ結構難しい戸籍が与えられますですからそういうのを判断してあ今回はこういう相続があったんだな遺言があるからこういうことするんだなということで申請書を考えていくんですねその申請書を45枚書いていきますですから、まあ、そんな形の試験ですよということになりますで 37問目が商業登記の記述が出ますがこちらも申請書を作る問題です、こちらはさっき言った会社の登記ですね、だから会社の社長が皆さんの事務所にやってきます、法務律子さんとかになっていただいて、えー、その事務所に社長がやってきましたと、えー、登記簿を見せてくれました、あこれが会社の登記かとで、こういうことがありましたというふうに、あのー、いろいろあります、株主総会、議事録、取締役、いろいろ決めましたと。 で実は取締役1人、えー、死亡したんです、で1人は逮捕されました、いろんなことが起こるんです、その会社実際そんな会社ないだろうとぐらいいろんなことが起こるわけですよ、よそれを全部申請書にして、じゃあ役員を退任させる、資本金がどうのこうのするというふうに変更登記を全てしていってそれであのやっていくと、こういうことになりますね、だから実際の実務出たら、あの例えば役員が1人変えたいんですとか。 役員を全員、住人したいんですとかもう簡単な案件が多いですがあこの試験はもう本当に1つの会社でいろんなことが起こってくるとそういう難しい申請になっていきますねですからまあ多くの司法書士の方があの一番難しい申請書がこの試験の段階だったという話はしますけれどもそんな形で、えー、期日が2台出ていくぞということになります。 ではは今度は、えー、9ページのところで、えー、試験のスケジュールを確認だけしていきましょう、一番最初ですからね、えー、まず試験のことを知って安心して勉強の方に入っていきたいと思いますが、えー、9ページのところでは試験、司、え、法、ー、試験のスケジュールがあります、えー、試験は4月に受験要項が発表されます例年4月1日です4月1日に要項が発表されますでそこで、えー、まあ 今年はいついつやりますよみたいなことが発表されるんですねで5月のゴールデンウィークが明けたら出願ですだから皆さんは2021年のゴールデンウィーク後大体2週間ぐらいが出願期間ですが、えー、出願していきますでそうすると7月に本試験で例年7月の第1日曜日7月の第1日曜日 これルールで決まっているわけではないんですが4月1日に正式には発表されますけれども例年7月の第1日曜日ということになりますだからまあ7月1日だったときもあるし7月7日だった年もありますね私が受験生のときは7月4日だったと思いますが なそれで多少こう7月になってからどんだけ余裕があるかは年によって違うんですけれども、まあ、7月の第1日曜日ですよということになります、まあ、結構暑い時期ですねですからまあちょっと暑い中での戦いということになりますが、えー、その暑い中での戦いなんですがさらにこう体力勝負でもあるわけですなぜかというと1日で5時間やります午前が2時間午後3時間ですねということで非常に長丁場ということになります で午前6時は先ほどお話した通りマークシートで35問塗りつぶしてきますで、えー、1時間半の休憩があって、えー、午後、えー、3時間、えー、こちらもですね択一35問プラス期日2台ということで解いていきますで、えー、これで7月の勝負はおしまいですでここからが少し長いんですが合格発表が9月下旬ですですからこの待ってる時間が合格者の中でも非常にこう苦しかったという方は結構多いですね え皆さん、まあ、これから勉強するとまず、まあ、この基礎講座も、えー、なかなか回数が経ってくるとですね、えー、あ前のこと忘れちゃったといろんなこう、えー、戦いはありますが直前期、これがまず大きな戦いですよね、えー、本試験まで近い中でも覚え直すんだみたいなでその後本試験が終わった後のこの待ってる期間もまた苦痛なんですよ。 えー、特にこう合否がすれすれの方っていうのは本当に受かるかな落ちるかなっていうふうにもう毎日こう不安に思いながら夏を過ごすということになってしまいますが、えー、いうことですねただ受かれば嬉しいですので、えー、9月の終わりに合格発表があってでじゃあ合格発表があったから試験は終わりですかっていうと、えー、10月のところを見ていただくと口実試験があります、後日試験これは面接です。面接 今年もありました、えー、面接ですねでこちらは皆さん何の対策もいりません受験生から言われます先生7月に試験があって10月まで全然勉強してなかったんで忘れちゃったんですけど何やればいいですかまあもちろん答えますよ、えー、これをやればいいんじゃないですかただ正直言うとあの行ってくださいと遅刻しないで行ってくださいという話をします行けば受かりますなぜかというと今まで落ちた人いないから。 だから、この口実試験というのは、もう試験になってないです、この筆記試験で4%の合格率をやってるんですね、口実試験に関してはほぼ100%パー、ほぼ100%パー受かります、だから、まずは行ってくださいと、言ってくださいという話しかしないです、まあ、一応目立たないほうがいいので、こういうのは、スーツ着てあの、はいはい、きちんと答えて、誠実に対応してればいいんですよ。 あまりこう目立つことやってあ,のあれしてもあれですからねだからスーツ着て,ってくださいと言いますがあのスーツ着ていかなくたって受かりますし、まあ、基本的には受かるんですよでその受かる証拠っていくつかあって一つはもう行ったときに研修の資料を配っています受からせる気しかないですよね星めから研修の資料を配っているんですよ受かる前提で,でもう一つは部屋によって質問違うんです。あの タイトルしか決まってなないよようなんですよあ,のあとはその現場の部屋ごとにです、ねえー、その試験官の人が好きか手聞いていくことになってますからそうするとあの人は知識がないから不合格ですってことになったら不公平じゃないですかだから基本的には落とさないですね。ということでこの口実に関しては行けば受かる試験ということになってますからあまり恐れずに行っていただければいいかなといったところになりますだからこれから長丁場で勉強を始めていきますが全て筆記試験対策ということになります。 でそれから、その下今度は10月下旬から11月上旬に最終合格発表という形でこれがまあ最終的な合格発表で、えー、皆さんが司法書士登録できる合格者ということになるわけですデレックでも祝賀会というのをその11月あたりにやります、もう例年、リーガロイヤル早稲田かなあそこで、えー、大々的に祝賀会なんかもやりますからぜひ合格をして、えー、来ていただければというふうふに思います。 で次はです、ね、10ページのところに行っていただいて合否判定ですね、先ほど280点満点、280点満点と言いましたが、280点のうち何点取れば受かるのか、280点のうち何点取れば受かるのかということですね、これを合否判定合格率といった形で見ていきたいというふうに思います。でまず11ページ見てください ここに、えー、出願者数、受験者数合格者数の比率と書いてありますがでまずそこにないデータからすると合格点というのは毎年変動しますちょっと書いてないですけど合格点は毎年変動します、えー、207点だったり200点だったり230点だったりします行政書士の試験は合格点変動しません6割 ラインっていうのが初めからルールとして決まってるんです宅検なんかは変動しますじゃあその変動する試験って何かっていうと11ページの合格率見てください合格率が毎年一定ですまあちょっとずつ上がってるって話は最初にしましたがほぼ一定です行政書士は一定じゃないですどういうことかっていうと あの行政書士の試験って、まあ、ひどい年があってあの合格率2%の年ありました翌年合格率20%ひどいと思いませんなんでそういうことになるかというと合格点固定している問題の難易度が毎年違うのにこれ不公平なんですよ えですからあの検定試験とか英検だとか毎回、漢検だとか毎年同じような問題毎回作れるっていうんだったら固定していいと思いますが行政出資の試験ってあの結構大学教授なんかが出題していてあの、まあ、多分、大学教授が好き勝手やるんでしょうねですから問題難ないと毎年変わるんですよで、初めから点数固定してますからいや今年問題難しかったと言うと合格率下がっちゃうんです。 だから問題当日簡単かどうかっていうのが合否のためにすごい重要なことなんですよだから私はそ,のそれをやめればいいのなっていうふうふに思うんですけれども、えー、2年前かなあこれも行政種すごい難しい年があって受験生かわいそうだなともちろん司法書士取ってから受ける人もいますからね、えー、みんな受かえるといいな,なと思うんですけれどもあのすごい難しかったそしたらさすがに救済出しました。 今年に関してはあ6割取れてなくてもいいですよ。そしたらその翌年もうさすがに変動戦するだろうと思ったらまた固定してますからあの何かこだわりがあるのかわかりませんがそういうところはある。で逆に司法書士は合格点が固定してないということは問題が難しければ下げる問題が簡単なら上げるっていうことなんですね。えつまり11ページ見ると。 合格率が固定しているということは出願者、受験者がと、えー、もちろん試験当日分かりますよあの5月の段階で出願者が分かるで7月の当日受験者が分かるその受験者が判明した段階で大体合格者数向こう決めるわけですよねじゃあ今年は600人かなとかそうするとその600人上から取ったところがボーダーラインということです難しければ点数取れてなくても受かるんですよ 簡単なななららら点数取れてなけれてけば受かかいんですだからよく使用書士でいやー簡単な年だねとかそういうことを言われますけど簡単、難しい関係ないです、難しかったらそんなに、えー、取れなくても受かるわけですから、だから年によって受かりやすいとか受かりにくいはありません、あもちろんそれはデータであってあの人によってはあります。例えばあのちょっと おちょこちょいな人はケアレスミスするような人は簡単であればみんな点数取ってきますからケアレスミスが命取りになったりするとかそういうのはありますよただあ受かりにくい受かりやすいっていうのは、まあ、普通に考えればないんだよということですねよろしいでしょうかということで皆さんはあの難しければあ 上がると下がるということになりますから特にです、ねまあ、難しい年を対策していこうとかそういうことは必要なくて真っ当な力をつけていけばいいんだ誰もが取れないような年であれば取れなくても受かるんですよ逆にもうみんなが取れるような問題は取れなければ落ちちゃうんですよそんな形で講義でやったことをしっかり身につけてもらいたいというふうに思いますで今度は10ページのところに戻っていただきたいんですが じゃあ例えば合格点が200点ですってなったら、じゃあ200点取れば受かるのかって言ったら、そんなことないんです、例えばあの8ページ見てもらうと、大体200点ぐらいの年も多いんですが、8ページ、どうやって200点取ります午前の部が105点満点、午後の部の択一が105点満点ですから、お択一で210点取れるやんって言って、択一だけで満点取ろう。 まあ、作戦としてもおかしいですけどじゃあそれで受かるのかって言ったら受からないわけですよどうしてかっていうとさあ10ページです実はその図表ちょっと難しい図表かもしれませんが午前の部の択一午後の部の択一ここでまず基準点っていうのを作っちゃいますつまり部分部分のハードルです、まあ、例えば皆さん東京マラソンとかマラソンってありますよねであのマラソンっていうのは、まあ、ゴール 行った人ががゴールですが途中途中でここまでは何時間以内に来なきゃいけないですよという途中途中のこうラップみたいなものがありますよ、ああいうもんだと思ってください、午前の部の択一で例えば28問とか平均でで午後の部の択一が26問とかあ取れてなかったらそれだけで不合格ですよっていう制度があるんです、これが基準点です。 で次、午後えー、その基準点クリアした人が、記述式の採点してもらえてで、記述式の基準点が、例えば35点ですよ、70点のうち35点ですよっていうふうに、これも決まるんですね、で全ての基準点をクリアした、全てのハードルを飛んだ人が、最終的に、えー、900人ぐらい残って、その中から、 なまあ、700人か700人って書いてあって、えーまあ、700人から900人ぐらいですね、年によって。で、えー、その中で最終的にですね、えー、あごめんなさい、あの900人というか、期日をクリアした人が、まあ、そのタイミングでは、まあ、例えば1000、えー、何人いますよ、でその中からあ700人程度が合格するということになります、よろしいでしょうか。で、もう一度言いますね。でこの そういうことで3つのラップをクリアしておで合計点勝負ということになるわけですだからさっき言ったように択一だけ満点取ったって期日が基準点クリアしてなければ不合格ですねこういう制度なんですでこの制度ってどうして取ってるのかというと一番大きい理由は期日の採点枚数を減らすためです択一っていうのは機械で採点しますあのマークシートだから 期日は人間が採点しますだから1万,1万5万五千枚とか採点してらんないんですよさっきちょっと人数いっちゃったんですけどあの何人ぐらい採点してるかって、まあ、クイズ出したかったんですがあの結構少なくて2千枚ぐらいです2千枚ぐらいしか採点してくれないです例えばだからもう卓一で9割方の人は切られちゃってるんですね 1万5万五千人ぐらいですが、最近はあの例えば2万人受けたとしたら2万人のうち2千人です、1万8千人は択一で落ちちゃってるんです、この現実をちゃんと考えないといけないですね、だからまず択一をしっかりできるようにしていくってことが大事なんですよ。 予備校なんかではなんか期日の解放がどうのってよく言います、まあ、それは独自性が出るし予備校の色も出ますからそれは言いますよでも本当は択一が大事で、配点からしても280点のうち210点択一だし、えー、そこで点数取っておかと話にならないしそもそも期日で切られちゃうしってことあ基準で切られちゃうしってことになるわけですねだからしっかり択一の力をつけてまず2000人に入ることでこの2000人に入ればあとはそこから700人に入ればいいわけですからあまあ いいんですよということで、まあ、それも大変なんですけど、はい、ということで、まずはしっかり択一をクリアしていかないといけないんだということなんです、でこの択一っていうのは、もう多分ん1週間ぐらいで機械通せるはずですよ、まあ、予備校なんかでもあの模擬テストやって、マークシートやりますが、もう1日で機械通せますからね、ですから、もう7月の2週目、3週目に関しては、もう機械全部通しているはずです。 そこで全員の点数を判明するはずです。で、その証拠に実は9ページの日程を見てもらうと、ここには書いてないんですが、8月の頭に基準点発表があります。8月の頭に基準点発表があります。卓越の基準点ですね。卓越の基準点を発表してくれます。だから実は、 9割方の人はそこで不合格確定なんです基準点クリアしていなければだから9月の終わりの合格発表が待てる人っていうのは基準点少なくとも択一でクリアした人あとは期日でどう採点されるかなっていう形で待つわけですよだからさっき言ったように苦しい思いをするっていうのは期日は自分でなかなか採点できないしわれわれのところにもよく来ますで先生この答案どうですか分かんないですよそれ 何が分かんないかというと、まずそれが正確に再現されているかどうかが未知数ですね、自分で再現してくるんです、でも、あの忙しい中でどんなことを書いたのか、えー、例えばもっと字が下手だったかどうかとか分かんないわけですよ、だから確実なことがこっちも言えないわけです、あこれはもうなかなかいいですねぐらいしか言えないわけですよね、まああのまあ、それは、えー、っと採点してあげますよ、でも正直言うと分かんない。で、えー、ですからそういうい状態で でまあ、そういう方っていうのは私のこところだけじゃなくていろんな講師のところ行っていろんな人見てもらいますでもやっぱり分かんないんですよでそういう状態で9月終わりまで待たなきゃいけないんですね択一はだから8月頭で分かりますということでその択一をクリアして記述の採点してもらってで記述の採点してもらったらその記述の基準点クリアしている人の中から上位600人ぐらいを合格させるんだというのが試験というふうふに思っておいてください とということで、えー、まあそういうことから何が言えるかというとあの例えば、期日だけ得意だとか択一だけ得意だって方は合格できないですね、全てで点数を取っていかないといけない、部分部分でハードルがあるからよろしいでしょうか。 であともう一つ、今、基準点の話をしましたが、えー、皆さんは例えば後でまた基準点って知ると思います、今年の基準点、何点でしたとかいろんなところで、その基準点っていうのは目標じゃないです、すべて基準点上回った人がさっきのように1000人ぐらいいるわけですよ、でそこから600人とかに絞るわけです、で現実に言うと、基準点から20点ぐらい上がボーダーラインです。午午前の部午後の部 全ての基準点を足しますそうすると例えば180ぐらいになりますで合格点は200だったりするんですだから基準点取ればいいっていうのではなくてもちろん基準点は最低クリアしてなければいけないんですが基準点プラス20点ぐらいは取ってないといけないよということになるわけですねだから基準点っていうのはまあ最低こう もちろん通過しなければいけないんですが基準点ぎりぎり通過しているようでは合格はなかなか難しくなっちゃうよということなのでこれから勉強するときに基準点よりちょっと上ですねそれを目標に勉強していくことになります特に卓一は基準点より点数を取っていきたいんです午前の基準点が27問とかであれば30問取りたい 午後の部が24問とかであれば27問ぐらい取りたいとこんな感じですなぜかというと択一の方が配点が210点なんだから上乗せするの択一の方が簡単に決まってるんですよ70点の配点の中でじゃあ20点上乗せしようなんて無理に決まってますだから択一を基準点ギリギリだったらなかなか合格できません択一はもう基準点を上回るんだって意識でこれから勉強してほしいんです で期日はもともと配点が少ないしあとは標準偏差的な問題で団子状態なんです例えばあの期日結構得意な人いますうちのクラスでも、えー、期日が13番とかいましたね今年なんかでもでもそういう人もじゃあ、えー、その期日の基準点からすごい上かっ,て言ったら全然そんなに上じゃないんですよ もうその10点ぐらいのところにすごい固まってますからもう期日で40番ぐらいの人も基準点から10点上とかそのぐらいのレベルだったりするんですねですから期日っていうのはすごい得意にしても点数稼げないんです択一だったら1問3点だからもうあの3問取れば9点上乗せできるんですよそれ期日でやろうと思ったらすごいえもう天才的な 答案書かないとなかなかそこまでの点数の差はつけられないんですね、もう団子状態ですから。ということで、確一でしっかり点数取っていって、えー、基準点をどんどん上乗せしていって、えー、で期日の方で守りきるというのがあ有効な作戦かなというふうに思います、よろししいでしょうかね、まあ、そんな形で、えー、ここまで試験制度と司法書士についてお話をしていきました。 ではここからですねいよいよこれから皆さんが受かるための勉強という形でお話をしていきたいと思いますが講義ノートの方をここからちょっとメインで使っていきたいというふうふに思います講義ノートの1ページ法律学習の基礎ということで皆さんがこれから勉強する法律とは一体何なのかといったお話ですねこちらのをしていきたいというふうふに思います。 えー、法律は何なのか、えー、こんなお話ですね。で、これがまあ、例えば。大学入試とかであれば、ああじゃあ英語って何ですかとかいう話はしませんよ。それはもうずっとやってきたから。 で算数って何ですかそう小学校1年からやってきたでしょう話になりますが法律っていうのは、まあ、ほぼ初めて勉強するって方が多いわけですよねですからこれから勉強するものが何なのかっていうお話の方からさせていただきたいと思いますが、えー、法律学習の基礎法律とは何かで法律とは何だろうというふうに、えーまあ、抽象的に考えても分かりませんので1番1、括弧1法律と法則法則と法律というものの違いを比べていきましょうということですね。 法則と法律の違いを答えよというふうふに書いてありますでこれも皆さんにまあ考えてほしいんですがあの講義で,です、ね、問いかけをしたときには皆さん自分の頭で考えてもらっていきなり答え見るだとかどうせ答え言うでしょというのではなくて思考をしてほしいから問いかけているわけでじゃあ法則と法律の違いというのを考えてほしいんですがただ、抽象的に考えてもなかなか分かりませんだから法則、法律の具体例なんか頭に思い浮かべればいいんですね。 えーまあ、抽象的に考えて分からなければ具体化するで、具体的に分からなければ抽象化するってことで、えー、この抽象と具体というのを行ったり来たりできるようになると勉強ってはかどるわけです、えー、講義の中でだから抽象的な話をしたら具体例出したりで具体的な話をしたら要はこういうことですよ、えー、こういうふうにまとめて覚えてくださいって抽象化したりします、この抽象と具体を行ったり来たりできることが大事ですね、知識の抽象化とか言いますが、えー、だからあの、ニュートンっていう人が偉いのは、あのリンゴが。 見てそれがですねあのあこれはリンゴが地球に落ちたっていうよりは地球とリンゴが引っ張り合ったんだ。 つまり物と物は引き合うんだって抽象化して理解したから万有引力の法則ができたわけですよね、その形で具体的なものは抽象化できる、抽象的なものは具体化するってことが大事で、じゃあ法則と法律の違いっていうのは何なのか考えていきますが、まず例えば法則っていうのは、今言った万有引力の法則なんかがそうで、万有引力の法則、これはすべてのものは引き合うんだということですね、す、え、べ、ー、てのものは引き合うんだ。まあ、例えばリンゴが 地球に落ちるように物と物は引き合うんだこれがまあ法則ということになりますそれから法律っていうのは例えば何か知ってますかね例えば刑法であれば人を殺してはいけません殺人罪、えー、人のものを盗んではいけません窃盗罪それから民法なんかでは借りたものを返しなさい消費貸借ていうルールがあって借りたものは返しなさいなんてことになっておりますその下見てくださいといととうことで 法則というのは何々であるの世界なのに対して法律は何々すべきという世界なんですねわかります人のものは盗むな、まあ、盗むべきではないってことですよ盗まないべきだってことですね、えー、借りたものは返すべきとそれに対して法則っていうのはもう言い切りの世界常に成立する世界ですね物は引き合うんだとか、えー、こういう年は なんかバッタが増えるだとか、そういう,です、ね、もう常に成立する世界が法則なんですよ。ではその下を見てください、法則は自然界などに初めから存在する常に成立する関係ですねで、人間はそれにどういうふうに関与しているかというと、発見するんです、だから自然科学というのは、人間が作るのではなくて、発見する世界なんですね、だから科学者ってみんな発見するんですよ。 あ,あれにはこういう性質があるんだとかいうことですよねだからニュートンもですねリンゴが木から落ちるのを見て万有力の法則を発見したんですよその下これに対して法律はより良い社会を実現するために制定していくもんなんだっていうことで法律は人間が発見するんじゃなくて人間が作るもの日本でいうと国会が作ってるんですだから我々は国会が作ったものを勉強してるんですね じゃあなんで人間が作ってるんですかというと1読目に書いてある通りより良い社会を実現するためって書いてありますがあより良い社会を実現するために我々の規範として、えー、法律を作ってるんです、あ盗んじゃダメだよと例えば物が盗まれない社会の方がいい社会じゃないですかだから物は盗むんじゃないってことで盗んだ人を窃盗罪として犯罪にすると。 刑罰を科すとそれからお金を借りたらやっぱり返す社会がいい社会でしょうからあ借りたものは返しなさいといった法律を作るわけですね、まあ、こんな形でより良い社会を実現するために我々が守るべきルール何々すべきだよっていうルールを作ったものが法律なんだということになるわけです。だからこのの法律というのは あの人間が作ったものを勉強するんだ自然科学のように初めから成立する関係を学ぶのではなくて人間があ命令形として作っているようなもの我々が守らなければいけないルールそれをです、ね、学んでいくんだということになりますでそのより良い社会というのは次の行に書いてありますがより良い社会のために法律を作る人間が守っていくべきルールを作るんですがそのより良い社会がどのような社会であるかについては一定の価値観が存在するということですね ですからそのより良い社会っていう一点ものがあるわけではなくてあの保守的な考え方とか儒教の考え方とか仏教の考え方とかイスラム教の考え方とか国や時代によってその国の現代のより良い社会という考え方は違ってくるわけですねだから普遍なものじゃないわけですだからイスラム圏の法律それから仏教圏の法律日本の法律アメリカの法律全部 目指すものが違うから、その目指すべきものが違う以上、守るべきルールが違うわけですよね。だから皆さん法律を勉強するときに、そのこの法律というのは何を目指しているのかっていう趣旨っていうんですが、それを考えていくと理解しやすいです。 単に条文の字面を覚えるのではなくてあこういうことを目指してこの法律があるんだなっていうそのです、ね、根っこの部分をきちんと考えることによってもちろん講義でも言います考えることによってその法律を理解して覚えることができるようになりますでこれはもう普遍的なものじゃありませんだから法律って改正されるんですね。 例えばなんかスピードを出した方が早くインフラとしていいですよって言うんだったらじゃあスピードを少し緩めようかという話になりますしじゃあ交通事故が起きると良くないからじゃあスピードは出さない方がいいんじゃないかということで例えば危険運転はやっぱり罰した方がいいんじゃないかということで世の中のより良い社会への考え方が変われば当然、法律も改正するわけですよ。 だから重大事故が起こると、えー、道路交通法なんかを厳しくしたりあるいは刑法に盛り込んだりとかしていろんな刑罰を重くしたりしますそんな形でこういう社会を目指そうということで法律を作っていくんですねだから政権交代があれば法律の改正も結構あるわけですよ例えばこれから皆さんが勉強する重要科目である会社法あれは平成18年に新しくできた法律です 会社法法は平成18年に新しくでできた法律ですその会社法が作られたときっていうのは、あのまあ、小泉総理大臣という方がいて、えー、郵政民営化とか、規制緩和とか言ってましたよね、その一環として作られたものですから、結構、規制緩和なんてことで、結構何でも OK みたいな、緩い法律なんです、だから、基幹設計も自由ですよ、管、え、制、ー、役なんか置かなくていいですよみたいな。 もういけいけみたいな法律だったわけで、ただそれをそういうふうに理解するといいんですが、ただそれでいろんな不祥事がやっぱり起こっちゃったわけです、会社系の不祥事、オリンパス事件だとか、いろいろ起こったわけですね、そうするとやっぱりもう少しブレーキを積んだ方がいいじゃないかってことになって、平成26年にじゃあ、社外、監査役を強めようだとかあ、そういうふうなブレーキを盛り込んだ改正がなされたわけです。 そんなな形になりますね。ですから、そういうふうに、えー、何を目指したのかということを理解するとあこれはもうなんか儲けをもっとやってほしいんだななんていうふうに理解すればいいわけですよで、平成26年改正を理解するためにはあちょっとブレーキなんだなとこう,うこうやって理解していくということですね、だからそういうことまで考えると法律は意外と理解しやすいよということになります。よろししいでしょうか。 ではその次の2行、えー、ま,あこれまとめですからチェックしましょうか、えー、このようにより良い社会を実現するために作られた規範のことを社会規範と呼ぶ法律は社会規範であると言えるんだということですねあの規範って書いてありますから守るべきルールですよねより良い社会を実現するために我々が守るべきルールのことを社会規範と言うんだよということですで今度はカッコ2番法律と道徳 例題の2より良い社会を実現するために作られた社会規範としては法律の他に道徳があるが法律と道徳の違いを答えようなるほど社会規範には道徳もあります道徳もより良い社会を実現するために我々が守るべきルールですよねじゃあ法律と道徳は何が違うんですかさあ考えましょう道徳って何か思い浮かべます 困ってる人には席を譲りましょうとか小さい子には優しくしましょうとか,あーなんか、ね、そういうことですよ。で、じゃあ、それと法律は何が違うのかというとその規範を守らなかったときを考えてください。お年寄りが困っていたら助けてあげましょう助けませんでしたちょっとなんかあーお年寄りに席を譲りませんでしたたぬきね入りしてました。 下見てください法律と道徳はより良い社会を実現するために作られた社会規範であることは共通するが国家権力による強制力の有無が異なるえつまり道徳には国家権力による強制力がないが法律には国家権力による強制力があるこれなんですねそこチェックしておいてください、えー、国家権力に強制力があるあの道徳って守らなかったとしても音が目がないってこと周りに白い目で見られるとか なんか両親の呵責があるとかそういう話であって法律は守らなかったらどうなるかっていうと罰則があったたりり強制執行されすするんです例えば刑法でじゃあ人のものを盗むんじゃありませんよっていう窃盗罪がありますが実際盗んじゃったら窃盗罪の刑罰が待ってます人を殺してしまったら懲役だとか場合によってはこう死刑だとかそういうのが待ってますねということで えそんな形で,です、ねあのまあ、国家によって強制されている、この刑罰があるとてことは強制しているとてことですよ、あ守らなかったら刑罰なんだから守れよって感じ、あるいはお金返せっていうのも民法ですが、民法だってお金返さなかったら裁判所は強制執行していきます、あお前、返さなきゃだめだよって不動産差し押さえてきますからね、ですからそんな形で国家による強制力があるんだ。 まあその下見てください例えば人の脳を盗めば刑法で懲役、罰金という刑罰を科せられるんだということになります国家権力によって強制されているということはもう国家権力は絶対守れよって言ってるってこと。 3番さあ、法律の正体です。やっとこれが言いたかったんですが、えー、これから皆さんが勉強する法律って一体何なのかというと2行チェックしてください以上のことから、えー、法律は国家権力による強制力を持った社会規範だということになります。 国家権力力る強制力があるんですね社会規範は社会規範ですよわ、私たちが守るべきルールです、そのルールの中で国家権力による強制力があるんだよというものが法律なんだ、それは道徳とは違うんだよ、だから道徳はなるべくこう教育でみんなに守ってほしいなというふうに教育をして守ってもらおうとしているんですが、法律はもう無理やりでも守らせようとしているわけですよね、国家権力による強制力を持った社会規範だということになります。 では、えー、2ページの方行ってください。講、え、義、ー、ノート2ページの方に行きましたが、えー、国家によって、 守るべき社会規範が法律という形で強制されることで、えー、秩序が維持されより良い社会が実現できるんだ簡単に言えば国家がその権力によって無理にでも国民に守らせることで秩序を維持していこうということになります、まあ、よく法律を最低限度の道徳と言いますだからもう絶対無理やり守らせるんだというのは法律なんですねその周りにあってなるべく守ってほしいなというのは道徳なんですよ法律は無理やり守らせる 最低限度の道徳ですで、えー、道徳というのは、まあ、その周りにあって、えー、まあこれを守ってくれるともっといい社会になるんだけど、まあ、強制まではしないかというレベルになるわけですねだからもちろんそれが一部法律に取り入れられたり、えー、法律から強制がなくなったりとかいろいろはありますがとにかくまあ法律と道徳の,まあその概念的な違いというのはそういうところにあるんだよということです。 皆さん、講義のと二ページ行きましたけど、ちょっと戻らないでいただいて、法律とは何かって一言で覚え出せますか？覚えました？前のページの一番下に書いてあったこと、法律とは国家権力による強制力を持った社会規範ということで、方覚えていくことが大事ですから、あの受かる方っていうのはなるべく講義の中で聞いて理解するだけではなくても、その場で覚えちゃうつもりで聞いてます。そうすると。 後で復習がすすごい楽になりますもちろん覚えようと思ったって忘れますよだからちゃんと復習しなきゃいけないですけどその覚えようと思って聞いてることによって復習が少しやりやすくなるんですねだからもう講義を聞いてるときにもちろん例えば通信の方でもうなんか2倍で聞いてるとか1.5倍で聞いてるってこともありますが本当はそういうことではなくてもう講義の中で復習しちゃうんだっていうつもりで聞いてるのが本当は一番時間の節約になりますとということででしっかりですね講義を え聞くときにもうその場で覚えるつもりで聞くんだとでこの講義の時間って大事な勉強時間なんですよあの通学の方であれば時間土日に作っていただいてこうやってまあ来てもらってます通信の方であってもどっかのタイミングでテレビなど我慢して見てるわけですよだからもう大事な勉強時間なんでこの講義の間になるべく できることはやってしまうと言ったつもりですね。え、そんな形でも覚えようってつもりで聞いてください。で、私もですね、皆さんが一生懸命こう、時間作ってきていただけてますから。あ、もうなるべく密度の濃い講義をやっていきますので。えー、ですから、あの、本当にこう、まあ。 こうあんまり難しいこと言わなければあ分かりやすい講義だなってなりますが別に分かりやすいというよりは受かった方がいいのでなるべくいろいろお話はしますのであとは雑談なんかもそんなにしませんのであの、まあ、よくですねモチベーションアップのためにもっといろいろお話ししてくれるといいよということはありますが、まあ、それよりはあ一つでもきちんと皆さんに力をつけてあげたいと思ってますからあのそういうことはあんまり、まあ、言わないんですけれども、まあ、その分、あの ツイッターだとかそういうところはもう雑談なつもりでお話をしてますからあそういう方にもうそちらは譲ってますのでこういうはもう本当にこう真剣勝負といった形でやっていこうかというふうに思いますからあなるべくこの三時間取るんだって大変ですからねえ仕事をしながらどうにかこう時間取ろうとしてくれてますので一緒にえ頑張っていきましょうねまあとにかくそんな形ですでは次ですえ二ページ過去4は法律による解決ですねでは実際にですねこれで法律の正体が分かったところでえ法律を使って解決をして いきましょう例題の3見てください a これ人ですねあの、まあ、これから皆さんが過去問とか解いている時に A とか B とか出てきたら大体人のことを指してますからね A って何だとか思わないで人なんですよ A は競馬で負けてむしゃくしゃしていたあそこでたまたま歩いていた B を殴った B は全治3ヶ月の怪我をし入院した法律関係を答えよ むしゃくしゃしていたからといって人を殴っていいわけではないですね何か法律的な解決というものをしなければいけないはずですさあ、えー、どうすればいいのかということになりますが例題の3まず刑法により A には傷害罪が成立をし懲役または罰金の刑罰に処せられるということになります刑法204条がそこにあります 人の身体を傷害したものは15年以下の懲役または50万以下の罰金に処するこれ刑法ですねだからこの刑法が適用されて傷害罪が成立します人の身体を傷害してますからねう15年以下の懲役または50万以下の罰金になるよということになりますただ、これだけでは解決ができないんです。 この刑法で、はいじゃあ罰金になりました、あ懲役になりました、た罰金になったとしたら、この罰金って誰が受け取るお金ですか、これ、国が受け取るわけですよね、そうすると、B が怪我しているのに、B の救済にならないわけですよ、でそれは、この民法です。 その下に民法709条となって故意、えー、または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任をというってことで損害賠償をしなければいけないよということになりますね故意または過失故意というのはわざと過失は不注意で今回わざと殴ってますよわざと殴ったわけだからわざと殴って怪我をさせましたからこれ不法行為が成立をしますこの民法709条不法行為と言いますねこれれによって損害賠償をしなければ B はいろんな損害が発生してます怪我をしてますから治療が必要ですね治療代かかってます他にはその分例えばアルバイトに行けなかったとしたら入ってくるお金が入ってこないというのも損害ですあとは 後遺症が残っってしまったらそれはもう損害ですだから、この後あ,とあれですね、えー、もし精神的な損害なんか受ければ慰謝料っていうんですがあ精神的な損害も請求できますですからそんな形で損害賠償の請求ができるんですね、これが民法です、えー、その上に書いてありますがあ次に民法的には不法行為が成立し A は B に治療代などの損害を賠償しなければいけないよということになります。 で刑法が適用される場面これ刑事裁判ですで刑事裁判というのは国家がその A さんにどういう刑罰を科すかという国と A さんの問題なんです国と A さんの問題これが刑事裁判ですだから刑事裁判というのは B は、まあ、証人とかで出てくることはありますが B を救済するための裁判ではないわけですよ国が A さんにどうお咎めをするか悪いやつを懲らしめるかそういう裁判なんですねで民事裁判というのは国とは関係なく A と B の裁判で A さんが B さんにどういう救済をできるかってこういう話なんですねだからよく一つの事件なのに 刑事裁判と民事裁判で2回戦っているというのがニュースなんか見るとあると思います刑事裁判では負けたけれども民事裁判では勝ったぞみたいなニュースがありますがなんで同じ事件なのに2つ裁判やってるかって言ったら法律が違うし考え方も違うんですよ国と A さんとの裁判が刑事裁判なのに対して A さんと B さんとの裁判が民事裁判です。 だからもちろんこの民事裁判の場合には別に裁判にならないケースもありますよ A さんが自らお金を持って B さんのところに来てくれれば裁判ざたにはなりません任意に,に払ってくれればいいんですよでも払ってくれなかったらもちろん裁判になりますよねこれが民事的な解決刑事的な解決と民事的な解決この両方で解決をしなければいけないんです人を殴ったわけですから悪いことをしましたそうすると、えー、国が考えているより良い社会に反してますから国はおとかめを貸しますよ あるいは A と B で損害を与えたわけですから民事裁判が必要になりますよ、まあ、こんな形で刑事的な解決と民事的な解決が両方求められるんだということでちょっと法律を使って一つ解決をしてみましたこれあの例えば幼稚園でもありますね、A 君が B 君殴りました。 A 君が B 君を殴りましたって時にじゃあ先生がまず A 君のところに行くわけですえどうして殴ったのでいや理由ないのに殴ったいやそれはダメじゃないか分かる今度殴っちゃだめだよこれがこの先生と A 君との間の解決ですよでもそれでは B 君が救われないのでじゃあ A 君 B 君のところに行って謝ろうってやりますよこれが民事的な解決ですよ だからそんな形で、まあ、刑事的な話、まあ、幼稚園の秩序をどう保つかって話とそれから A 君と B 君との救済2つの面があるというのは幼稚園でも分かりますよ。ですから、そんな形で刑事と民事ってなんで両方,の裁判両方の条文が出てくるかというと趣旨が違うし解決する場面が違うと。 いいううこことととななんんんででですすね、まあ、そんな形で両方出てくるんだよというところですもちろんこれは後の伏線になってますから後でちゃんと民事と刑事の違いみたいな話はしていく、えー、もっと言うと広報と司法の話をしていきますからちょっとその伏線として聞いていただければいいかなといったところですではえお時間ですから休憩ということにしていきましょうでこれから皆さんあの3時間の講義がありますが真ん中に10分間の休憩がありますだからその10分の間に頭を休めたりえトイレに行ったりだとかあ,あいうことでちょっと 休憩をしていいいいただければいいかなととうことですであの間に10分休憩があるというのもなんかあの高校とか中学のようにチャイムが鳴ったりするわけではありませんので多少こう、行為の振動進行によって、えー、10分間の休憩が遅くなったり早くなったりします、えー、85分で休憩に入ったり95分で休憩に入ったりぐらいのズレはあるかもしれません。でも、えー、その例えばあ90分 前半で講義やっちゃったから休憩が5分だみたいなことはありませんから必ず10分間休憩がありますのでそこでちょっと休憩をしていただければというふうに思いますそれでは休憩しましょう休憩ですはいそれではですね後半の講義始めていきたいと思いますでまあ今まあ法律は何かというお話をしてますがちょっと話を休めて でこれから勉強するということについて少しお話をしていきたいんですが、これからまあ民法が、この全体構造が終わったら開校していくことになりますが、まあ、今のうちに何かやることはありますかといった話はよくあります、特にこの全体構造あたりは生クラスなんかでも結構緩やかにスケジュールがとってありますし、それからまあ通信の方なんかも今のうち何かできないですかなんて話がありますがあまり慌てる必要はないですね。きちんと配信ののペーーススにに従って生講義のスケジュールに従って 勉強を進めていいいいいただければいいかなとううふうには思いますで民放なんかも最初のうちは多少緩やかなスケジュールかもしれませんけれどもきちんと講義の方をついてきていただくということがメインテーマですからあまりこう慌てる必要はないですね何か予習しなければみたいなこともありません、えー、ということで基本的にはです、ね、今できることをやればいいということではありますので講義にしっかりついてくることが第一になりますでただそうは言ってもあの何かやりたいという方はまず一つはですねあの 勉強の環境作りですね、これをしていただければというふうに思います、でこれから、まあ、あの家で復習時間とか、あ問題練習だとかあ、いろいろしなければいけないので、きちんと勉強できる環境を作っていくというのを今のうちにやっていただきたいというふうに思いますね、やはり環境が大事ですよ。 えー、人によってはもうテレビを捨てちゃったという方もいます、でまあ、なかなか、ね、家族もいてそうはいかないのであればあなるべくじゃあどうやったら集中できるのかという環境を作る、あるいは仕事を行っている方であればあじゃあ勉強しやすい電車はどれだろうと今のうちに調べておくとかあ例えば、人によってはいつもより2時間早い電車に乗ってそうするとなんか座れて勉強できるとでしかも着いてからちょっと喫茶店で2時間ぐらい勉強してから会社に行くという方もいました。 あるいは家帰って集中できないからどうしようというときにじゃあ家帰っても着替えちゃうから集中できないんだとじゃあ家帰る前にちょっと喫茶店で勉強してから帰ろうという方もいましただからどうやったら勉強できるのかでどうやったら勉強時間増えるのか例えば仕事している方例えばお昼の時間なんかもどうやったらなるべく勉強時間取れるのかコンビニでご飯を買ってから行けばいいのかとかそういうことをです、ね、今のうちにちょっと環境作りというものをしていただきたいというのが第一ですね、と、えー、いうことです。 あとはまあこれから勉強が始まるとなかなかこう大変になりますのでまあこの勉強がまだ本格的に始まっていないうちに今しかできないことをやっておくというのが逆にありますね旅行が好きな方であれば今最後の旅行をしておこうみたいな感じで今しかできないことをやっていくということです、まあ、そんな形でまあ勉強の準備といったことをしていただければいいかなというふうふに思いますでそれでもですね何か本でも読みたいという方は講義ノートの67ページのところに まあ、参考となる書籍などを載せておきましたので、まあ、見ていただければいいかなと思いますがでまず、ですね、えー、67ページの頭の中に勉強法の本がありますがこれ私の方でも勉強法の本を出してますので、えー、こういう本ですね。ですから、まあ こんなのを読んでいただいてこれから勉強を始めるときのです、ね、勉強法について知っていただければというふうに思います。でこちらは私と私のクラスの合格者の方で書いた本になりますのでこのクラスでどうやって勉強したかという体験記にもなっておりますし、まあ、私が考える一番いい勉強法について書いてありますから、まあ、こういうですね、本についてもこの時期に えー、読んでおくと、まあとから迷うというのはなかなかもう集中できなくなっちゃいますからあ今のうちに勉強法について確立しておこうなんて意味でこんなのを読んでおくといいのかなとういうことになります。でえーまあ、こちらはおすすめというかぜひ読んでいただければと思いますがあとは67ページの下の方に、まあ、あの実務を、まあ、例えば漫画にしたような本だとかいろいろ載せてありますが、まあ、こんなのもですねもし、えーまあ、興味があれば見ていただければいいかなという,ふうに思います。 あと最近なんかあの話題の「正義と未来」っていうまあ司法書士が相続登記をしていくような漫画もありますからまあそんなのもぜひあの楽しいので読んでいただければいいかなというふうふに思います正義と未来ってカタカナで書くんですね、えー、まあ正義と,とは平仮名ですかね、まあ、そんな形で漫画なんかもありますからぜひ見ていただければいいかというふうふに思います、えー、いうことですねあとはあの使用する六法だとかあの用意するものだとかについてはまた次回 たりででお話をしいいいという,ふうに思いますので、えーまあ、例えば蛍光ペンはどういうのがいるのかとかアロッポは何を買えばいいのかとか、えー、ちょっと他に用意するものありますかみたいな話は次回していきますがそんなところで勉強の準備というものを今の段階でしていただければいいかといったところになりますまたこの3回の中で勉強法というかそういう話はしていきますのでとりあえず今回のところはそんなところにしておきましょうでは話を戻します2ページのところに戻ってみてください この全体構造のところではです、ね、必要な六法などがあればこうやってちゃんと抗議ノートで刑法204条とか示していきますので今の段階ではあまり気にしないでいただいてまた民法1回目までにちょっとですねじゃ六法を用意してくださいとかそんなお話をしていきますので、まあ、行きましょうかでは2ページのところ憲法とは何か憲法とは何かというところからちょっとお話をしていきます。憲法とは何か さあ皆さん憲法です、まあ、憲法って聞いたことありますかあのニュースなんかでも憲法改正とかああいった話が出てくると思いますがで憲法っていうのは例えば6法を引くと載ってますで6法にはたくさんの法律が載ってますえ皆さんが勉強する以外にもたくさんの法律が実は日本にはあるんですがああその中でじゃ憲法って何かっていうと法律の中で 法律というのは国家権力によって我々が守るべきルールですがあその我々のルールの中で一番大事なものが憲法なんだろうというふうに多くの方は思うんですよ法律の代表選手これが憲法だというふうに思うんですが実は憲法というのは法律他の法律とは全然別物なんですよというお話を今からしていきますもう6本の中にはです、ね、憲法ありますが憲法と他の法律はもう一体他ですよ もう憲法だけが別問ぐらいのイメージに思ってください、まあ、憲法だけってこともないんですが、まあ、一応憲法が別問ですよというふうに、えー、押さえてくださいではいきましょう2番憲法とは何か憲法も皆さん一応試験範囲です、えー、3問ほど午前述で出ていきますからちょっと憲法の正体を見ていきましょう憲法とは何かまず唐突に括弧1番国家権力と書いてありますが これまで見てきたように法律は国家権力による強制力を持った社会規範であったこのことは当然国家には権力があることを前提にしている国家には権力は存在するんだ参考までに国家とは何かということを言っておけば国家とは一定の限定された地域この領土といいますがに定住する人国民が存在しその国民が服従を強制される実力権力によって統治される社会ということですね で次のページに今出てきた領土、国民、権力が国家の3要素だこの中でも国民を服従させる権力を持つことが国家の本質なんだというふうに書いてありますあの法律が国家権力によって強制されるということは国家に権力があることを前提にしているということでそこに国民がいて領土があるから国家なんですよで権力がなければいけないんですねで権力なければ刑罰を課せることができない権力なければ強制執行もできない えー、権力ってすごく大事なものなんですすごくいいものなんですだから例えば権力が倒されちゃった国というのはあります例えばアフリカなんかで独裁国家が倒されたそれはいいことかもしれませんが一時的には権力なくなりますよそうするとどうなるかっていうと国家荒れるわけです例えば窃盗しても人を殺しても誰も咎めないからだから権力って絶対必要なんですね権力なければスピード違反したって 何か悪いことをしたって誰も強制しない刑罰をさないとやはり国は秩序を保てないんですねだから、きちんと警察も含めた権力っていうものが必要なんだということになりますそれが3ページの上の図で国家権力は国民に法律などを強制しているだから秩序が保てるんだだから国民が法律を守るんだ で国民だって私利私欲で動いてますからそれは国家が法律を強制してなければスピード違反だってしますよ赤信号だって誰もいなきゃいっちゃいますよで国家がそれをとがめている国家がそれを守らせているから秩序ある世の中になるんだよということで権力ってのはどうしてもこう必要なんだということになります権力があるからこそ世の中は秩序を保っていけるんだただ、権力ってなんかあいつは権力志向だからって悪いようなニュアンスがありますがカッコ2番です。 権力は腐敗すすするんででこちらののイメージですよね権権力力は悪いい意味っていうのは権力はどうしても腐敗しますえ国家はより良い社会を実現するために法律を作りえ権力でそれを守らせるのであるが乱用される危険がないわけでもないつまり常に国民のためを考えて法律を作ってくれるとは限られず暴走を始める危険があるんだ権力は腐敗しやすいんだ。あの 国民のためにより良い社会のために法律を作るというけれどもこ国家が自分のためにお国のために法律を作るということは当然あり得るわけですというかそういうふうになりかねないわけですよ普通は例えば豊臣秀吉にしてもナポレオンにしても最初は国民のためにやったのかもしれませんがだんだん自分のための法律自分のためのルールを作りかねないわけですよね、えー、いうことになるわけですよ 例えばその下にも書いてあります。現在 あ例えばあれですよ北朝鮮とかそういう国だと、ね、お国が法律を作りましたじゃあそれが国民のためかつっ,ったら国民はあ国民のためじゃない可能性ってあるわけですよ、えー、その、えー、権力者のためのルールということになりかねないわけですよねでその下見てもらうと例えばじゃあ日本ではそんなことないだろうというとあるわけですよ治安維持法だとか国家総動員法だとかこれは権力腐敗の歴史だと、えー、治安維持法というのは治安を維持するから良さそうなもんですがこれは中身を見れば反 政府的な言論を弾圧する法律ですから国のための法律国に逆らう人がいないようにするための法律ですもんね。 それから国家総動員法だって軍事工場での労働の強制ですから国民のためっていうよりは国が戦争に勝つためとかそういうための法律ですから本当に国民のより良い社会のために作ってんのって話になるわけですこういうふうに権力を持つとどうしても暴走しちゃったりするわけですよその下見てくださいこのように権力が腐敗し国民の権利や自由が不当に制限されることもあるんだと3番憲法は国家権力への歯止め そこで国家権力の暴走を防ぐ必要があるつまり権力者の守るべきルールを作り国家をそれに従わせる必要があるんだこのルールこそ憲法なんだということなんですつまり法律が我々が守るべきルールだとすれば憲法というのは国家権力が守るべきルールなんです次のページ見てください 国家権力が我々国民に図があります、国家権力が我々国民に法律を強制している、法律を強制している、だから秩序ある世の中になる、だから秩序ある世の中になる、それはいいんですよ。 ただ、この国家権力が暴走して国民に不当な法律を作って強制していくってことがあっちゃうよくないですから憲法が国家権力にそういう法律を作っちゃあかんでというふうに歯止めをかけていくんだこれが憲法の役割なんだということになりますだから法律の代表選手とは言い難いわけですよ法律っていうのは国民に義務を課す憲法は国家に義務を課しているわけです縄手人が違うわけです そのルールを守らなければいけない人が違うってことですね、法律を守らなければいけないのは国民です、例えば道路交通法でここまはではスピードを出すなって言われたらスピードを出しちゃいけないのは国民ですよ、でも憲法でこういうことをしちゃあかんでって言ったらそれを守らなきゃいけないのは国家なんですね、そういうのをまずは知っていただきたいというふうふに思うんですが、ってことで前のページ戻ってください。憲法の定義を チェックしましまょう3ページの一番下、3ページの下から4行目です、つまり、なとチェックしてください、えつまり、憲法とは国家権力の乱用を抑制し、国民の権利自由を守るための基本法なんだということです。憲法は国家権力が暴走するのに歯止めをかけています。 法律は国民に歯止めをかけてますね、人を殺しちゃいけないよって、それに対して憲法は国家権力に歯止めをかけてるんですよ。で、国民の権利を守っていこうということになります、よろしいでしょうか。で、憲法って何が書いてありますか、これ、中学校とか高校で少しやります例えば表現のの自由っていうのはあります。 ちょっと話題になったりしてますが表現の自由、この表現の自由というのはあ表現は自由ですよ、えー、どんな本出したっていいですよと、えー、何を表現したっていいですよ、例えば反戦かあ、戦争反対みたいな詩を書いたって歌を歌ったっていいわけですよ、アーティストが何か政府の批判するような歌を歌ったっていいわけですよ、そういう評論を書いたっていいわけですよ、だからどんな表現したっていいですよっていうのが表現の自由なんです。でそれはもちろん、えー まあ中学校の教科書にも書いてあるじゃあ表現の自由って何だというと国民には表現の自由があるから国家はそれを縛るような法律を作っちゃいけないよっていう意味なんですだから国家権力に国民の表現の自由を縛るような法律は作ってはいけないというふうに歯止めをかけてるわけですねで他に何がありますか憲法にはいくつか知ってます平等権となります平等権っていうのはあ国民は平等なんだから あそれををを侵害するよよようなななな法律を作っちゃいけないいいいけけ不平等な扱いをしてはいけないよ国家家ささんん国国国権力さん国民を不平等にしちゃいけないからねって歯止めをかけてるわけですよ、これが、えー、憲法ですね。だから、我々は別に憲法を守んなくていいんです。憲法にこう書いてあるから、じゃあ、こういうことしなきゃってことはないんですよ、国家が守んなきゃいけないんです。 我々は憲法に守られているとこれが憲法の立ち位置なんですねで日本はこういう憲法で政治をしているわけですだから国家権力は憲法の枠内で政治をしなければいけないし憲法の枠内で法律を作らなければいけないこういうことになるわけですで次のページいってください4ページの頭このことから憲法を守るべきものは 国民ではなく国家なんです法律を守んなければいけないのは国民ですでも憲法を守んなければいけないのは国家なんです例えば憲法99条がそこにありますが見てください憲法99条、えー、天皇または摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務をここに国民が入ってないんですよだから国民は憲法に守られてる まあのであって憲法を守らなければいけないのは権力者側なんだということなんです。あもちろん一部国民の義務っていうのが三つほどありますからまあそれはあるんですけど、えー、それ以外は基本的にえ国家権力は守らなければいけないルールが憲法なんですよということになります。 だから憲法を守らなければいけないのは国家ってことは、守らなかったときに音が目受けるのは国家なんですよ。法律は国民が守らなければいけないから、守らなかったときに音が目受けるのは国民ですよね。信号を守らなかったとか。 人,を盗ん人のものを盗んじゃったとかでところがこの憲法違反というのは誰ができるかって国家しかできないわけです我々は憲法違反できませんだって憲法を守らなければいけないということにはならないからそうですよね。中学校の 高速、えー、だって、えー、中学の生徒が守んなきゃいけないんであって、私は別に中学生の生徒じゃないから、別に制服着てなくたってとがめられないわけですよ、そのなはて認可、必ずあるわけです、法律であれば国民ですよね、憲法であれば国家、だから国家が守んなければいけないんだから、守んなきゃあかんでと、えー、守んないからダメですよっていうふうに言われちゃうのは国家なんだということ、だから何を言いたいかというと、憲法訴訟というのがあります、憲法違反じゃないか。 憲法違反じゃないかっていうふうな裁判になったときに、守んなきゃだめじゃねえか、いや、守ってます、いや、守ってない、裁判所で争いますよ、その争われているのは国家権力です、だから憲法訴訟というのは、原告は国民ですね、まああの、難しい訴訟の話は後でやりますが、あの国,国民があ国家さんは憲法を守ってないぞって気づいて、訴えるのが憲法訴訟です。 だから憲法を守ってないじゃないか、それ憲法違反じゃないのっていう,ふうに訴えられているのは国家権力とか地方公共団体とか公務員だとか権力者側なんだっていうのは必ず確認してくださいだからこれから憲法を勉強すると憲法の訴訟ってありますがみんな訴えられているのは国家権力です国民が憲法違反かどうかって訴訟はないですよ国家権力側が憲法違反しているかどうかっていうふうに争われているのが憲法訴訟なんです。 だから憲法を勉強すると憲法違反だと言われているのはみんな国家権力でえ要は国の作った法律や国のやった行為が憲法に反するかどうかが争われているわけです。国の作った法律あるいは国家のやった行為,、ね、たた行為が憲法に反するかどうかが争われているそれがですね憲法訴訟なんだということです。 だから皆さんが例えば、あのまあ、合コンとかなんか行きますで、その時に、例えば男性が何人かいて、女性が何人かいて、でちょっとお気に入りの人にえこひいきしたと、平等にしなかったとした時に、全然あいつは平等じゃねえじゃねえかって訴えられないわけですよ、それは憲法には平等権がありますが、国民が誰かを平等にしなきゃいけないなんてルールはないんです。 恋は不平等もともと、それから自分のこう可愛がるのは当然だし、それからタイムセールで、いやさっきの人、安く買ったんじゃないとか訴えられたりしないんですよ、それはもう営業の自由がありますから、別に、われわれ国民は誰か他人を平等に扱わなければいけないなんてルールはないんです、レックだって早く申し込めて安いですといろいろありますよ、だからそれはもちろんタイミングなどによって、不平等なことは起こりえます。それは別に あいいいつははタイムセールししたたたから訴えられましたみなたなことはないわけです平等権っていうのは平等に扱わなければいけないっていうルールがありますがそれは我々国民が守んなければいけないルールではなくて国家が国民を不平等に扱ったら咎められるということです。 だから憲法にはあ国民は平等ですって書いてありますでも、それは我々が誰かを平等にしなければいけないという義務があるわけではなくて国家が守るべきルールだから国家が国民を不平等に扱ったら咎められるとということなんですね。よろしいでしょうか。 でこの平等権でよく問題になるのは男女不平等です、男女不平等ですから男女不平等な法律を国家が作ったというときにそれは男女不平等じゃないかって国民が訴えて国家の作った法律が憲法違反で無効になったりします最近だとあれですね、女性のみ再婚。 離婚してから結婚するときに6か月空けなければいけなかったんです、これが女性差別じゃないか、男性はもう離婚してすぐ結婚していいですからね。ということで訴えられて、やっぱり女性差別でしょっていう判決が出て、女性も100日で結婚できるようになりましたといったことがあるわけです、どうして100日空けなきゃいけないかって話はまた民法でやりますが、その100日分は憲法違反じゃないって判決が出たんですね。 えいうことでえ6か月は開けるのは憲法違反でしょなんて話が出ました、まあ、こんな形でえまあいわゆるですねいろんなあ憲法にはルールがありますがそれを違反したぞって訴えられるのは国家権力者側なんだというふうにえ押さえてくださいこの平等権でいうと一票の格差の問題もありますねあっちの地域とこっちの地域で一票の重さが違うじゃないかこれは国のやった選挙が憲法違反じゃないかって訴えられているわけです。 このように訴えられるみんな憲法違反の場合には国家ですよまああとよく問題になるのが多分理解が難しいんですが靖国神社に内閣総理大臣が行ったみたいなことで問題になって憲法訴訟が起こったりします判決はいろいろあります、えー、地裁レベルであればあの。 違憲ととったた形で出たりだとか最高裁なんかだと、えー、愛媛県知事が玉串料を持って、えー、奉納したのが違憲だって判決が出てます、えー、ですから、まあ、そういうことでいろんな判決が出てますが何であれが少なくとも問題になるのかって話なんですけど憲法には信教の自由というのがあって我々はどんな宗教を信じてもいいですあるいは信じなくてもいいです強制もされません。 だから仏教を信じてもいいしイスラム教を信じてもいいし信仰宗教を信じてもいいとキリスト教でもいいですといった話になっているわけですねあるいは何も信仰しなくていいですということになりますそれはいいんですよで、この信教の自由を守るためにはもう一つ前提があって政教分離の原則政治と宗教は分離しなければいけないというのを憲法で要請されているんですね。信のの自由というのは国が ああるる宗教とと結びつくと潰されちゃう可能性があるわけです例えば、えー、仏教を国が信奉してるとかあすると例えばキリシタンダーンとか普通しちゃうじゃないですかですからキリスト教を守るためには国がある宗教とくっついてはいけないよってルールが必要だろうってことで日本では政教分離の原則国と宗教は離れなさいっていうのが憲法で要請されてるんですよ もちろんこれはいろんな考えの国があります日本の憲法はそうなっているってこと、えー、イギリスのように、えー、国が宗教を信じている国教というのがある国はたくさんありますよでもそれでも、えーまあ、国民の信教は自由だから国教を信じなくてもいいですよっていうふうに採用していればそれはいいんですけど日本というのは同調勢力強いですから何か大多数があると少数をは迫害するっていうことは結構昔からあるので憲法は大事をとってもう国と宗教はくっついてはいけないってルールを採用したんですだから 国国が靖国神社に行くと問題になるわけですよだからそこがどこまでが線引き OK なのかっていうことでよく争ってるわけですね詩人としていけばいいのかで靖国神社にあの愛媛県知事が玉串料っつってこう榊の枝を指して正式に祭りで奉納したのは違憲って出てるのでじゃあポケットマネーでいいのかなんてことでなんか小銭でやった総理大臣もいましたがですからそんな形であの いいろろ問題になっているのはその政教分離という原則があるからだというところは知っていただければと思うんですねそんな形で、えー、憲法訴訟というのはこれからたくさん出てきますがみんな国家権力者側が被告で訴えられているんだというイメージを持っておくと憲法を勉強するときは本当に楽です。 で逆に憲法の細かい判例を勉強してるんですが憲法ってそういうものなのなんて知らなかったりするんです、ね、そうするとやっぱりなんか一本の線でつながらないわけですよ何やってるか分かんないけど一つ一つ知ってますみたいな状態になって結構丸暗案件に近くなっちゃったりするのでこういうのは意外と大事な話だったりはするんです、まあ、そんな形で憲法というのは国家権力は守るべきルールで我々はそれに守られてるんだってイメージを今のうちにしっかり持っておいてくださいでは次にいきましょう次は4ページ 講義ノート4ページ3番法律の分類法律の分類括弧1番、まあ、法律をいくつか分類していきますが1つ目が広報と司法ですね広報と司法でこれ何かっていうと広報とは国または地方公共団体とその構成員との間の関係を規定する法だ、えーまあ、正確に言うとそういうことになるんですが正確に言うとそういうことになりますがあの、まあ、簡単に言うとですね 国と国民との関係を示したのが広報だってこと国と国民との関係を示したのが広報だ、まあ、そこチェックしておいてくださいチェックで司法というのは国民と国民の間の関係を規定した法だこの間の関係を規定しているのが司法ということになります だから先ほど見た通り、ほり、刑法というのは広報で、民法が司法だってやりました、だから競馬でむしゃくしゃした人が殴ったときに、広報というのは国と国民との関係だから、国が国民を罰するぞってことで刑法訴訟があって、刑事訴訟があって、それからじゃあ、A さんと B さんとの間の関係をちゃんと救済しなきゃってことで民法が出てくるわけです、国民と国民の関係を規定しているルールが民法、どうやって契約を結ぶかとか。 それから国家と国民との関係を規定しているのが広報ということになるわけです。よろししいでしょうか法律を勉強すると大体2社間で関係を考えます。よく A と B と B C の3人が なんか当事者になることがありますがその場合には A と B との間はどうか B と C との間はどうかというふうに2者間で法律関係を考えることになりますねそうするとだから裁判も基本的に三角形ではなくて、えー、対立構造になってるわけですだから皆さんが裁判所に行って法廷をこう覗きますまあこん、まあ、なやってあれですね、えー、こっそり覗かなくていいんですけど傍聴自由ですから ですから今のうちにこう裁判所なんかに行って、えー、法律の世界ってどういうんだろうなんて見とくことも一つあるし法務局なんかに行ってあの司法書士が解き申請している場面を見とくなんていうのもこの時期イメージができると思いますが、まあ、あの暇だったら行けばいいんですよ、えー、東京地裁なんかに行くとですね、えー、傍聴できます、その時に原告席と被告席があって原告席と被告席に誰か座ってます、その時にどちらかに国家権力が座ってればそこで使われている法律は公法ってことですよ、国と国民が争ってますから。 だ大体例えば刑法訴訟とかですよね、えー、国があの検察官が原告席に座って、えー、休憩しますとか言ったらこれ刑法が使われているわけですだからどっちかに国家権力が座っていればそこで使われているのは公法ですねあとは税法なんかもありますから税金取りっぱぐれて国に訴えられているとかいうことも取りっぱぐれてというか税金を払わないで、えー、国に訴えられていたりしますからどっちかの席に国家権力が座っていればそれは国家と国民との揉め事になりますから。 候補が使われてますね原告席にも被告席にも国民が座っているという時にはその国民同士の揉め事ですからそれを解決するためにあるのは司法ですだからもっと言うと国民と国民が揉め事が起きないように司法ってあるんですが逆に言うと揉め事が起こった時にそこで使われているのも司法ということになりますので、えー、国民と国民が座っていればそこでは民法が使われてたりするわけですよよろしいでしょうか お金貸したのに返してくれないんですけどとか遺産全部独り占めしてるんですけどとかああいった形であるいはなんか自分の不動産に勝手に物を建ててるんですけどとかいろんな訴訟がありますが国民と国民との間の関係を規定しているのが司法ですよということになるわけですだからまあ民事的な話になるわけですねよろしいでしょうかでは次,ですで次は5ページの頭のところを見ていただくと別の今度は分類で 実体法法とと手続き法というのがありますだからもちろん司法にも実態法と手続き法がありますが実態法とはチェックしてください権利義務の発生変更消滅自体を規定する法手続き法とは権利を実現するための訴訟などの手続きを規定する法ということになります法の内容自体が規定されているのが実態法ということですお金が請求できるだとか 権利が消えますだとかこういうことをすると債権が発生しますだとか内容ですまあだからソフトってことですね実体法というのはあのゲームでいうソフトですよまあパソコンでもいいですけどまあ私がちっちゃい頃はあのファミコンというのありましたけどもファミコンのソフトがこの実体法ですただこのソフトだけではゲームできないんですねハードがいるわけですよ そのハードが手続き法ですつまりハードというのはソフトを動かすための仕組みだからこの実体法を動かすための仕組みが手続き法だというふうに理解してくださいだ実際には中身自体は実体法で決まってるんですただそれは実体法だけでは動かないので動かすための手続きが規定されているのが手続き法ですよと例えば先ほど不動産登記の話をしましたが登記があれば第三者に主張できますっていうふうに 書いてあるのは実は実民法なんです例えば、どういうふうにですね、えー、例えば不動産の所有権って誰が取得できるのかどうやったら対抗できるのかっていうのはもちろん中身の世界ですからじゃあ、登記っていうのを用意したらいいんじゃないか登記をしたら対抗できる登記制度っていいねっていうふうに民法には規定されているんですがそれだけではその制度動かないんですよ実際にどうやったら登記できますかどういうふうな登記申請は有効ですか添付書類なんですかっていう手続きが必要ですね。それれがが規定されているのが不動産登記法です あるいは刑法というのはあこういうことをしたら罰せられますよって中身が規定されていますでも、それがです、ねえー、刑法だけでうまくいくかはいかないですよじゃあどういうふうにやったら犯罪認定しますか、えー、刑事裁判をするやり方が決まってなければいけないこれが刑事訴訟法ですよだからこのように実態法を動かすための手続きっていろいろあってその手続きが規定されているのが手続き法なんですよというふうにまずは理解してください こういうふういふに手続きほど実態法があるんだということです。で、ちょっとブレークするテキストの8ページに戻ってみてください。<laughs> 本試験の試験科目が書いてあります。本試験の試験験ののの科目8ページの下の図ですね そこを見ていただくと、本試験の試験科目が書いてありますが、午前の部は実態法なんです、午後の部が手続き法なんです、だから午前と午後って、実態法と手続き法で分けてるんですよ。法律の内容、これが午前の部、でその手続き、これが午後の部なんです。 で大学の法学部なんかではほとんど実体法を勉強しますだって研究対象になるのは実体法なんですよどういう制度がいいのか どういうふうなときに契約が発生するといいのかっていうのはやっぱり研究対象になりますね手続き法ってそんな研究対象になりませんあ印鑑証明つけるのがいいのかつける方がいいでしょみたいな話になっちゃいますからそれはあんまり大学で研究してもしょうがないですよ実際の手続きだからでも皆さんは実務家になるんだから実は手続きが大事なんです手続きができなきゃ実務家になれないわけですよだから大学で法学部で勉強してますっていう人が面食らうのは手続き法の方が拝点多いってこと 研究対象じゃないってことが分かりますねだからあの憲法とか民法とかなんか世界の憲法と比べてどうのこうのっていうのはそれは学問としては大事ですよでも法律の世界では実は憲法なんて実務で使いません弁護士だって使わないですよ弁護士だって憲法訴訟という年に何回かあるようなそういう訴訟で憲法を使うことがありますがほとんどやっぱり、まあ、そういうのは使わないですよね ですから、まああのまあ、民法なんか使いますけどね、まあ、司法書士は民法なんか使いますが、実務出ても、だからそういう、まあ、実態法よりはやっぱり直接的には手続きをやってることになりますから、手続き法の方が拝点が多いというのは、そういう意味では、ちょっと研究対象としてよりは、やっぱり実務家としての法律の勉強なんだということが分かるかと思います。教託法なんてそうですよ、教託法も民法に実は実体的な規定はあります。 債権者がお金を受け取ってくれないときには供託をしますって書いてあるわけですでこの供託っていうのは弁済の代わりなんですねですから債権者がどうしても受け取ってくれない例えば皆さんが家賃を払うときに大家さんが受け取ってくれない意地悪ですよであとであいつはお金払ってないんだとか言って契約解除とかされても困りますからねですからどうしても払いたいでも受け取ってくれないじゃあどうすればいいかってうと国に供託すればいいんです 法務局に供託家っていうのがあってお金を持っていくと受け取ってくれますそうするとこれ債権者が受け取った代わりになるわけですよ、法律上はこれが供託の制度なんですねだから債権者が誰だかよく分かりませんとあるいは債権者が受け取ってくれませんというときにえほ法務局にお金を持っていくと受け取ってくれてあ、これでもう弁済したことになりますからつって、えー、もう債権消えちゃうんですねもうお金払わなくてよくなるんですあとは大家さんが法務局で受け取るだけの状態になります。 債権者の代わりに受け取ってくれますよというのは基本的に供託なんですがこの供託が弁済の代わりにしようというのはもちろん実態法で決めますだから供託をすると債権は消えますお金を請求できなくなりますというのは民法に書いてありますがどうやって供託をするかというのは民法に書いてないんですよこれが供託法で皆さんはこの供託の手続きを代理する権限も司法書士にはありますからそれを実際に供託法で勉強していきます 手手続続きき法の勉強というのはだから本当に手続き的です教託の申請書は出てきます教託の勉強するとどこに丸付つけますみたいなあそんなのも出てきますしだからそういうのを具体的に勉強していくわけですだから、まあ、皆さんの中にどれぐらいいるか分かりませんが司法試験とか勉強してその後にこに司法書士を勉強しようという方もいますそういう方はこの手続き法というのをあの結構軽視する傾向にあるんですね あの実体法を研究的に勉強ししてましたと、えー、そうすると午後の部の手続き法って重要性が分かんなかったりするんですえ印鑑証明書何通でもええやんみたいな話になっちゃうんですよいやそうじゃないと印鑑証明書何通でマイナス点つくんですよ試験でですからそういう世界ですなので午後の部は本当にこうそういう実際の手続きを勉強しなきゃいけないんだだからそういう細かい知識って大事なんだよという位置づけですねそんな形で勉強していただきたいと思います ではちょっと話を戻しましょうこれが実態法、手続き法という話になりましたで講義ノート5ページにいってください3番です一般法と特別法まず2行チェックしてください一般法とはその対象を人、地域、事項などで限定しないで一般的に定めた法だ 特別法とはその対象を特定の人地域事項などで限定しその対象だけに限定して適用される法だピンポイントで限定して作られているのが特別法もう誰でもどんな事件でも適用しますよというのは一般法なんです まあその下見てもらうと一般法には民法などがあり特別法には商法や借地借家法などがありますよということになりますお金を払って物を借りるこれを賃貸借と言います民法にはいくつか貸借規定があって、例えば、 お金を借りる、これ、消費対策と言います、お金を借りる、えー、お金を借りる、これ、消費対策と言いますが、お金を借ります、お金を借りますっていうときに、例えば A さんが B さんにお金貸しました、でお金返してくれないってなったら、もちろん裁判沙汰になりますね、これ、A さんと B さんとの間だから、民事訴訟になります。100万貸しましたあ、お金1年後に返してくれればいいよって約束をしました。 B さんが1年経ってお金を返しましたそれでも A さん不満なんですよちょっと待って1年間貸したんだから利息は利息民法には法定利息3%って書いてあるよ3%払って103万でしょみたいな請求したわけですで B さんからすればいや利息を払えとは言ってないじゃないかお金を借りただけだとで1年後 D というか1年後に返したんだといやふざけんなとお金借りてんだから利息発生するだろうと争いになるわけです さあどっち勝ち勝ますか。つまり民法には利息を払うべきか払わないべきかって書いてあるか実は払わなくていいです利息を取ると言ったときだけ利息が発生するんですだから民法は無利息が原則で利息を取るという特約をしたときだけ利息を取ることになります消費対策とこ,ろがところがところがっていうかだからこれは 皆さんここにいる皆さん、みんなに適用されます、私が皆さんにお金を貸しました民法が適用されますよ、人、地域、事項で限定しないで適用されますからね、ところが、商人が商人にお金を貸した、まあ、商売やってる人が商売やってる人にお金を貸した、これは実は商人だけに適用される商法というルールがありますから、商法が適用されて、これは約束してなくても利息取れるんです。このように ある人だけに適用されるものを特別法と言います、これはもちろん一定の理由があって特別を作るんです、それはもう商人であれば金儲けですから言ってなくたって利息取るのが普通でしょって話で、えー、そういう法律が作られているわけですね、まあ、こんな形で全員、えー、に適用される規定が一般法、ある人だけ、ある事件だけ、ある契約だけに適用されるものが特別法ということになるわけですよ。 もう,すもう少し例を言いますが賃貸借というのがあります今お金を貸すのは消費貸借と言いますがあの物を貸す,お金,ののを貸すのをお金以外のものを賃料を取って貸すのを賃貸借と言います皆さん賃貸借契約を結んだことはありますか例えばレンタカーこれは車の賃貸ですよねそれから蔦屋で DVD を借りるこれも賃貸ですよねあとはアパートを借りる 土地を借りる。もういろんな賃貸がありますで民法ではその下に EX があります民法604条え賃貸借の存続期間50年超えることができないってルールがありますまあこれ最近まで20年だったのが50年に延びたんですが、まあ、それでも50年を超えることができないっていうルールがありますで、えー、これですねなんで上限決めたのかっていうとあんまり長い期間の賃貸借をしてしまうと 所有者貸した人の権利を害されるからですよ例えば DVD を100年借りてましたそれはもう借りてた域を超えてますよねですからあの、えー、なんかもう60年前の CD 帰ってきたってもうなんか家に CD プレイヤーもないしみたいなことになってなりかねないわけですよねですからあまりにも長く借りてると権利者の権利を害することになりますからマックス50年ねって決めたんです昔はこれ20年だったんですけどだから例えば まあ物を借りるときにだいたい20年以内で借りるタヤであれば7泊ぐらいじゃないですかレンタカーであれば1週間とかかもしれませんですからまあ20年マックスでよかったんですが今、賃貸というのが大型重機だとかそういうものの賃貸も結構ありますから50年伸ばしてくれたんですよ、まあ、それでもまあ50年なんですねところが皆さんさっき言ったものの中に土地を借りる土地を借りるこれ借地と言いますが 土地を借りる場合にどうして土地を借りるのかというと色々あります建物を建てるために土地を借りる建建物ををてるるために土地を借りるこれって50年じゃ短いケースも結構あるんです例えば立派なあマンションとかあすごい長持ちするような建物を建て,建てるために土地を借りましたって言ったらっ100年契約したいとかいうことになるわけですね。 その時にマックス50年という民法の規定が邪魔になるわけですそこであ建物を建てるために土地を借りるときのルールを作ろうということで借地借家法というのができたんですこれ特別法ですもうのの賃貸借全てには適用されないんです民法では全て適用されますよでも借地借家法ができてあ建物を建てるために土地を借りるんだったら特別ルールを作りましょうということで借地借家法3条が書いてありますがあ借地権の存続権は30年とする。 これ最低30年ですでただし契約でこれより長い期間を定めたときにはその期間とする上限なしですこれだから民法の特別規定で民法はマックス50年と言ってるけど逆に借地はミニマムが30年ねそれより長い分には構わないよってルールを特別規定として作ってるんですこれが特別をさっき言った通り 民法というのは実は一般法でどんなものにも適用されますが大きなものから小さなものまで全て1つのルールで適用するというのは無理なんですよそこで無理が生じた時にはじゃあこれ特別規定ねって作るのが特別法で借地にはさすがに民法の規定には無理が生じた。 借地役ができたときに20年でしたしね、民法、まあ、今50年だからまだいいかもしれませんが、20年じゃ短いと、せっかく建てた建物で20年ってったらまだ新しいですよ、50年、100年住みたいということになりますから、じゃあもっと長くていいじゃないか、民法の規定、さすがに短いよねということで特別規定ができた、これが特別法なんですね、よろしいでしょうか、だから一般法というのは、大きなものから小さなものまで、もう全部ひっくるめて、とりあえず規定するわけです、規定がないと困るから。 でも無理が生じる時のために特別規定というのが作られて特別法えそ、じゃあそのピンポイントで起用する特別を作ろうと、えー、承人は商法を作ろうと借地、えー、であれば借着を作ろうなんてことでピンポイントで作られる、えー、修正かけていくのが特別法なんだあ一般法で全て解決できるわけではないからあ特別法を作っていこう、えー、解決できるように特別法で修正していこうということになるわけです。よろししいでしょうかね でその6百4条とか書いてある1行上、また特別法と一般法は特別法が優先します、これが特別を優先の原則です、これを押さえてください、これから一般法と特別法が出てきますが、特別法が優先します、特別法が優先します、これって、最初聞くと違和感があるかもしれません、なんか民法の学者とか言うと、すごいなんか偉そうですよ。 本もただ、なんとかのためのなんとかのための法律えそんなマニアックな法律なんですかみたいなことになると弱そうです、ただ本当は特別のは優先なんですで、考えてみれば当たり前で一般法に不備があるから、不備というか無理があるからピンポイントで作りましたっていう法律なんだからそのピンポイントのところでは特別法を優先させてもらわないと出番がないわけですね。だから特別は優先します もうちょっとイメージを言っておくと一般法というのは言ってみれば下敷きです下敷きもう例えば DVD でも,もう車でも。 え何でもかんでもこう民法を適用しますよ、えー、民法を適用しますよ、上限50年ねっていうふうに民法を適用します、でも例えば借地、建物を建てるために土地を借りますと、ああ、これ、民法の規定では無理があるよねってことで、ここに修正かけていく、つまり上から修正シールを貼るようなイメージです、民法50年って書いてある、あちょっと短いよねってことで、ここで借地借家法。 こういうい修正シールをシシーールルに見えますかね修正シールを上から貼りましたみたいなイメージですねそうすると借地のところは民法ではなくて借地借法は適用されるんですねってことでほら特別法を上からシールで修正したので上から貼られたシールの方が優先するわけですよろしいでしょうかだって修正するためにシール貼ってるわけだから上から貼られた修正シールが優先するに決まってるわけですよこれが特別優先の原則ですね ちょっと民法で無理があるからあの民法は民法で大事なんですよだっていろんなもののルールが一般的に決まってないと困るからだから一般法というのはすべての事例に適用できるルールを下敷きとして作ったところに意味があるんですが無理があるときに特別を作るんだよということです皆さんがレックで勉強して頑張りましたとでえもう夕方、家に帰りますと。 で家帰るのが遅くなりましたと、でスーパーに行ったら、頑張ったから、夕食、もう刺身、今日中に売らなければいけないから、上から半額のシール貼られてますよ、レジ持っていったら、いや、これ、シールの下が適用されるんです、なんてことはないわけです、上から修正しているわけだから、修正シールが適用されるに決まってるわけですね、これがまあ特別を優先の原則ということになります、よろしいでしょうか。だから 民法って勉強しているだけでは実は実務で通用しない部分って結構あってその分野には特別法がありますよって言った時には特別法のが優先して適用されますから例えば大学で民法を勉強しましたと賃貸借は50年ですって勉強しますマックス50年ですで友達の相談を受けましたいや土地を借りたいんだけどいやそれは賃貸借だから50年で契約しなきゃいけないんですよって言ったら間違いですよ、それは。 民法にはそう書いてあるけれども僕は借地借家法って特別法があるんだからそっちが適用されるんですねだから特別法がある場合には特別を知らないと法律は使えないんですだから一般法だけ勉強するっていうのは実は大学なんかではそうですが危ないんですよ実務でいるとだから少なくとも嗅覚として特別法があるかもしれないなっていう調べる 特に今までやったことないような分野の相談が来ましたって言ったときに特別法があるんじゃないかっていう思考はいつも持ってないといけない結構いろいろありますからね帝都圏というのを民法でやったとしてもいやそれは公上帝都って法律があるんですとかあいうことはあるわけですですからそういう危機感というかですね相談なんか受けるときには特別法の存在というのはちゃんと認識しておかないと危ないんだよということなんですねだから 皆さんあの民法とかいうのは司法書士の勉強でもやりますが実は実務で必要な特別法も結構試験に入ってますだから表向き民法って書いてありますが借地借も出ます工場抵当法も不動産特許で出ますだから皆さんが実務で必要な特別法についてはもう試験の段階で結構出てくるんだといったイメージは持つようにしてくださいねだからまあ安心はしてください えー、登記とか皆さんが試験に必要な範囲での特別法はだいいた出てきます試験でだからその分部分についてはもちろん実務に対応できるしただもちろん、えー、試験で全部聞いてくるわけではありませんそういうのはもう試験受かった後の研修なんかでも結構こういう法律が実はあるんですよみたいな研修がありますから、まあ、そこは安心して実務出ていいかなというふうに思いますただ使用書章はそういうふうな形で結構実務で やる部分っていうのは結構明確ですよね登記だとか、だからまあそういうことで必要な特別法についてありますが例えば弁護士なんかだともう知らない法律までいろいろ訴訟沙汰になったときにはやらなきゃいけないのでそれはちゃんと特別法があるかどうかチェックして実務に当たったりするわけですだから、司法書士もそういうことはあんまりないですけど、えー、あんまり聞いたことない分野だぞとなったら特別法があるんじゃないかっていうのは必ず意識しなければいけないよということですね、特別法がある場合には特別法が優先するんだというのをちょっと考え方として持つようにしてください。 ででは次ですで。今度は、えー、これでですね、えー、法律の分類が終わりましたが皆さんが一番最初に勉強する民法というのはどういう法律かというと司法の一般法です、司法法。の一般法だから国民と国民の権利義務を定めた法律の中で一番下敷きとなる規定が民法です。 司法の一般法、まあ、実態法でもありますけどね、司法の一般法、司法で、えー、国民同士のに適用される一番基本となる法律、一番下敷きとなる法律が民法なんだということです、それをだから一番最初に勉強するんですよ。 でその特別法だとかその手続き法だとあ,あとからいろいろやるわけです民法を始まらないとまずスタートできないんですね民法が司法の一般法ですじゃあそれを動かしていくのが不動産登記法とか民事訴訟ですねその特別法が商法ですねみたいな形で後からそれをこう修正する形でいろいろ出てくるわけですねですからまずは民法を勉強していこうというのは司法の一番下敷き的な規定だからだということになってるわけです だからレックではいろんな資格やりますよほとんど民法って試験範囲です、まあ、宅研にしろ行政書士にしろまあ司法に絡んでくるわけですからね司法の一般法は民法なんだから民法を知らなければそのどこにもスタートできないわけですということでどの試験でも大体民法は出てくるよってそういうことなんでですよねでは次に行きましょうか今度は講義ノートの5ページの下の方から4番法律の考え方 ではここからです、ね、皆さんがこれから法律を学ぶにあたって少し最初のうちに知っておいた方がいいだろうということをお話をしていきます、まあ、最初だからそんな面白い話ではないですがちょっと聞いていただければと思いますまず5ページの4番法律の考え方ですが括弧1番要件と効果法律の条文のほとんどは要件と効果から成り立っている要件と効果チェックしておいてください要件と効果から成り立っております つまり、えー、一定の要件を満たせば一定の効果が発生すると言ってるのである、えー、試験勉強ではどのような要件を満たせばどのような効果が発生するのかをきちんと押さえていくことが重要だということです法律っていうのは規範ですからこういうことをするとこういうことになりますっていうふうに要件と効果が決まっていてその要件に当てはまったらそういう効果が生じますっていう考え方なんですねだから条文って具体的な人名とか出てこないんです なんとかさんが窃盗しましたとかじゃないんですよ窃盗をしたら罰するっていう抽象論が書いてあるわけですそこに具体的な事件が当てはまるかどうかが大事なんですねあ,あこの人窃盗したんだじゃあ刑罰だって形で当てはめていくわけですだから全部条文は具体的な人命が出てくるわけではなくて抽象論で規範が出てくるわけですねこういうことをしたらこうなるよってその前半部分、えー、当てはまるかどうかの部分が要件 で、それに当てはまったら、こういう結果が待ってますよっていう部分が効果なわけですね。これを法律要件、法律効果なんて言ったりします。要件効果ですね。では、具体的に見ていきましょう。すでに見た条文で見ていきます。6ページの頭、刑法204条、刑法204条、人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万以下の罰金に処すると書いてありますが、この人の身体を傷害した者はっていう部分が要件です。 人の体を傷害したらこうなるんだねどうなるんですかって部分が効果で15年以下の懲役または50万円以下の罰金になりますよという部分なんですねだから人の身体,に障害人の身体を傷害したらって要件に適用されるかどうかが問題でそれが当てはまるようであればこの15年以下の懲役の傷害罪が適用されるぞということになるわけです でこれ刑法ですねで二段落目見てくださいえ刑法ではある犯罪を犯すとある刑罰が待ってるという形で条文が構成されていますつまりのあとチェックしてください犯罪が要件で刑罰が効果だだから刑法は犯罪と刑罰を規定した法律であると言える刑法は犯罪と刑罰の法律だこれ明確ですもうだから刑法というのは要件・効果が明確で要件は犯罪効果が刑罰なんです こういう犯罪をすると、こういう刑罰が待ってますよっていうのが刑法の体系で、だから刑法というのは要件・効果が非常に簡単、犯罪部分が要件、刑罰部分が効果なんです。だから皆さん、これから刑法を勉強します、刑法は3問取材されますが、刑法は要件,と要件と効果が犯罪と刑罰なんだ、だから犯罪と刑罰を勉強すればいいんだよってことです特にに犯罪論について詳しく勉強します。 刑罰部分についてはそんなに勉強しませんまあ例えば刑法っていうのはそうですね例えば講義時間でいうと20時間ぐらいありますがそのうち1時間ぐらいですよ刑罰論勉強するのどんな刑罰があるかというぐらいですだから例えば合格者もこの刑法204条というのは後半部分多分知りませんあんまり試験に出ないから人の身体を障害したら 害罪だなぐらいしか分かりません後ろの刑罰なんて覚えて,、ま、覚えてないです、前半部分しか、刑罰はほとんど試験に出ないんです、だって皆さんは刑法というのは刑事訴訟もしませんから、裁判官になるわけでもありませんから、それが何年の懲役だとかどうでもいいんですよ、だから試験に出さないんです。でも前半部分って大事で、例えば何やったら文書偽造かって知らないと、文書偽造をやりかねないわけですよ。 勝手にそういう文章を作っちゃいけませんよっていうのは知っておくべきですよねだから何が犯罪かっていうのはもちろん知るべきでお客さんにそれ犯罪だからだめですよっていうのは指摘できるべきなんですでもそれが何年の懲役になるかとかは実は司法書士の仕事としてはどうでもいいわけですだから試験に出ないんですねだから犯罪論中心に勉強することになりますでも逆に言うと犯罪論はく詳しくやります例えばこの前半部分人の身体を障害する 人の身体を障害する人って誰ですかって出ますよ胎児は人ですかとか胎児っておなかの中の赤ちゃんですね胎児は人ですか人じゃないです胎児を傷つけても傷害罪にはなりません堕胎罪って法律になる堕胎罪って犯罪になるわけですねだからそういう区別のためにこの人っていうのを詳しく勉強するわけですだからうちのの15年以下の懲役とかが14年とか13年とかどうでもいいですそんなのはそうじゃなくて前半部分人って誰ですかっていうのはよく出ます それは勉強しなきゃいけないいけです例えば人っていうのは人間全員ですかと違うんですよ自分は含,含まないとかだから自分を障害するのは別に障害罪じゃないっていうような試験に出る知識ですよねですすかっていうのは出ますよ例えばいたずら電話をかけましたとじゃあノイローゼになりましたとじゃあそれが障害ですかっていう問題 職場の給湯ポットに下剤を入れときましたとじゃあそれでえちょっと体壊しましたとじゃあこれ障害罪かと、まあ、障害罪っていうのはなんか刀で切りつけたら血が出たとはも,もちろん障害ですよただそういう典型例だけでなくてその周辺が障害罪かどうかっていうのは試験で結構狙ってきますでも後半は狙ってこないんですそういうところはですね試験対策としてこのえ刑法というのは犯罪と刑罰を規定した法律ですが皆さんが勉強するのはその犯罪部分なんだということなんですね で次です今度は民法709条がありますこれも不法行為で確認しましたが故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を刑法は犯罪と刑罰って明確ですが民法はなかなかそうはいきません。 我々が司法でいろいろやるものというのは別に犯罪と刑罰というふうに明確になりませんから契約もするし相続もするしいろんなことがあるわけですだから要件と効果というのは結構多岐にわたります。この刑法民法民でいうと前半部分が行為または過失によって 例えば法律を保護される利益を侵害した、まあ、これ人を殴ってけがさせたらそれに該当しますで損害賠償しなければいけないというのは効果ですねだから1行目の行為または過失によって他人の権利または法律を保護される利益を侵害したらこれが法律要件で効果がこれによって生じた損害を賠償する責任を負うこれが効果ですね だから民法は何が要件で何が効果かというのはなかなか決めづらいところはありますが2段落目見てください民法では一定の要件を満たすと権利義務が発生したり物件変動が生じたりするという効果が発生するんだこういうことがあるとこういう権利が発生しますこういうことをするとこういう義務が発生しますこういうことをすると権利が変動しますみたいな決め方が大体メインです お金を払う義務が生じたり自分のものになったりとかそういういことですねで前半部分はいろいろありますが例えばこういうふうに不法行為だったりあとは契約だったりしますね何とか契約を結ぶと権利が移転しますとかああいった形で不法行為をしたり契約をしたりあとは事件もあります人が死ぬととか相続が起こるとか死亡によって相続が起こるとかこんなこともありますからもう前半部分は皆さんが国民生活をする中でいろんなことがもうみんな要件になってます。 でそれがあるとこういうことが起こりますよというふうに権利が発生したり義務が発生したり権利が変動したりするということになるんだよなんてことで多岐にわたりますからまあ要件、効果という認識だけ持っていただいて民法はいろんな要件があっていろんな効果が待っているんだなとううとりあえずはちなみにこの709条って試験で品質というわけではないんですが東京地裁で法廷除きます。法廷は 閲覧自由ですからそうすると傍聴自由ですからねあのこの709条って実は裁判所で一番使われる条文らしいですだからあの法廷除きます5法廷除いたら1件ぐらい709条絡みだって言われてます5件に1件データでいうと5件に1件7 0九条使ってますこの709条ってあの交通事故で損害賠償請求できるのも709条ですから 濃い過失によって例えばなんか不注意によって人を引いちゃったと大怪我させたと損害賠償しなきゃいけないこれ709条ですからだからこの709条絡みの事件というのは非常に多いと709条絡みの事件というのは非常に多いというふうにされておりますでは次に行きましょう次は括弧には条文の読み方条文の読み方 一条文の構成です民法111条、まあ、今から中身を勉強するわけではないですが一代理権は次に掲げる自由によって消滅する一本人の死亡二代理人の死亡または代理人が破産手続き開始の決定もしくは貢献開始の審判を受けたこと二委任による代理権は全確保に掲げる自由のほか委任の終了によって消滅をする 条文というのはこのように民法111条112条113条というふうに、まあ、条という単位で構成されておりますただ6ページの民法111条を見ると条の中がさらに2つに分かれていて1と2に分かれてます、丸一丸二これを項と言います7ページの一番上条文は条項号によって構成されると書いてありますが条文を さらに分けるときにこうという単位で分けますだから111条1項111条2項というふうに分けていきますだから111条というのがこれ代理権の消滅についての条文なんですが第1項でこういう自由って消滅しますよって書いてあって第2項でプラスアルファで委任による代理の場合にはこの自由も加わりますよという,ふうに内容を分けているわけですねこういうふうに条文を分けるときにはこうという単位を使います だからこの111条の中が2項に分かれて、項ということで分かれているということを確認してください、これを項と言いますで、第1項が代理権は次に掲げる自由に出て消滅するの部分ですが、この1項の中に、さらに漢字の1と漢字の2があります、これが項と呼ばれる単位です項と呼ばれる単位です。 あ先生じゃあ「号というのは「項の中をさらに分ける単位なんですねっていうと違うんです「号というのは過剰書きにすする単位ですだから代理権は次に掲げる自由によって消滅すると書いてあってそれを「れ過剰書き」にしているこれが「号なんですよだからさらになんか大括弧中括弧みたいに分けてるわけではなくて、えー、これですね 過剰書ききににするとを使うんだとということですだから分けるときにはこう過剰書きをするときには合ですだから分けてはいないんだけど過剰書きをするときにはこうは使わないけど合を使ったりします、まあ、例えば憲法にこんな条文がありますね憲法7条 憲法7条、えー、天皇の国事行為天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の,、まあ、左の国事に関する行為を行うと書いてあって漢字で1ページがちょっとまたがっちゃいますがで、えー、2とか書いてあるわけですよこんな感じでこれ,ほらこれ5です、5過剰書きにしてますからねこんな形で憲法7条は コで分けてはいないけど合で過剰書きはしてるんですよこのように過剰書きをするときに合という単位を使いますだから項の中をさらに分けるというよりは過剰書きをする単位なんだ過剰書きをする単位なんだというふうに認識をしてくださいよろしいでしょうかここで言うと代理権の消滅自由を過剰書きにするから合というのを使ってるんだということです で皆さん過剰書きをするときに必要なことってわかります？過剰書きをするときに例えば子供がですね、えー、お菓子なんとかおもちゃとか言い出したらわかんないわけですよ。 今から僕の欲しいものを言うねとか一言言ってから言い出さないと何を過剰書きするかわかんないわけですねだから過剰書きというのは必ず何を過剰書きをするのかって一言言わないといけないんですここで言うと代理権は次に掲げる自由で消滅する今見せた条文だと天皇の仕事はこういうことですって言ってから始めるわけですこの過剰書きをする前に何を過剰書きしているのかの説明部分のことを柱書きと言います 柱柱書き柱大黒柱の柱だからこの111条1項のこの1行目のことを111条1項柱書きと言いますだから皆さんはこれからあのいろんな文章を見ると111条1項柱書きの部分が参照ですとか書いたときにそこを分かんなければいけないってことですね だもちろん試験でそんなの柱書きと言いますよとか出ないですけどこれが法律の文章を読むと条文のどの場所を根拠にしているかがいろんなところに書いてありますそれが柱書きって書いたらこの部分だなって分かるようにしておかなければいけないし1項1号って書いてあったらこの漢字の1の部分だなっていうふうに分からなければいけないんですねよろしいでしょうかということで五条項五で構成されるぞと、えー、いうことになります まあそんな形でえまあ条文がですね指摘できるようにしていただければというふうに思います、まあ、実際の六法ではこんな形で書かれてますね111条 え代理権の消滅自由代理権は次にかける順で消滅するこれが1項で1項、2項で2項があります大体、まあ、だいたい5はまあ6本によっても違いますがこう漢字で書かれていて項は数字で書かれているということですね丸がついてたりついてなかったりするのは6本の使用によりますがまあこんな感じですで国会の作った法律って 2項からは2って振ってありますが1項には1って振ってないので何も振ってないとか1項なんですで振ってある部分が2項なんです1には1って振ってないんです親切に振ってある6本もありますがそれは6本の会社の人が振ったのであって原点には振ってないんです2から振るんです1は振らないんです2345って振りますが項の場合には1項には振らない1項には振らないって約束があります ななんで1個に振らないか分かります改正するときにあの例えばこれ2個がなかったとしましょういやちょっと異人による代理の場合の消滅事由を増やそうよって2個を付け加える改正するときにこの2項だけを付け加えることができるようにするためには1個に1って振らないんですよ要はここに1って振るためには1って入れる改正をしなければいけないんでそれ余計じゃないですか ですからあの例えばこれ2個だけを削るって時に1が残ってもだめだし、えー、いうことなんですよね。で例えば隣の条文見ると110条というのは1個しかないですから1個しかない時には1振らないんですよ。で1って振ったらおかしいじゃないですか。 1>, 1個しかないのにだから、2個がある時にも要は初めは1個には1って振らないので2個を付け加える改正をする時にも2個を付け加えますがこの1は入れないということにしておかないとバランスが悪いわけですね、まあ、映画なんかでも「えー、トイ・ストーリー2」とかいろいろありますが1には1って振ってないわけですよそれと同じですよ。 えいうことで1個に1って振っちゃうとじゃあ1個だけになった時に1っていう数字を削らなきゃみたいな余計な話が出てきますから1個だけの時には1って振らない以上じゃあ2個がある時にも1個には1って振らないよねっていう風にしておかないとなんかいろいろ大変になっちゃうということですよね。ということでえまああの親切に1個に1って振ってあるのもありますが原則的な形態は2個から2って振るんだよといった形でえ押さえておいてください。とということで えー、上という単位で進んでいきますが上の中をさらに分けるときにはこうで過剰書きをするときには合というのを押さえていただければというふうに思いますであとはですねもう一つちょっと条文の読み方で確認をしてほしいのは例えばですね、えー、これにしましょうか98条という条文があります 98条という条文があります、これ98。98条の次は何条でしょうと言われたら、99。で、普通になりますよね、99。でも実はその間に、98条の2という条文があります、98条の2。これを枝番付きの条文で言います、枝番付きの条文。 これ98条2項という意味ではありません皆さんちょっと画面見てもらうと98条の2項というのはここにあります98条の2項はここにありますだから98条の中を1項2項と分けていて2項はあるんですよでその次は99ではなくて98条の2という条文がありますだからこれは98条とは独立した別の条文なんです これを枝番と言います98条の2という枝番がついた条文だ枝番付きの条文だという言い方をしていきますでこれ何なのかというとこれは改正するときに後から付け加えた条文ですね元は98条の次は99だったんです その間に1個をどうしても改正で入れる都合が生じたんですその時に入れる時にこれ99にしないんですよなんで99にしないかっていうともちろんする場合もありますね、えー、大したことない法律とかだった場合にはでもこれ99にしちゃうとどうなりますかその後1個ずつずれてしまうんです余計な改正をする羽目になりますよね で改正するときにはどこをどう改正するかを全部国会通さなければいけなくてその国会通す、えー、ときに100を101、102を103、103を104とか全部,全部改正することになってそれはもう不便ですよだからあこの98をの2を入れるのであれば98をの次にこの条文1個入れますよっていう改正を国会通せばいいだけになりますよだからそうするんですねでもって言うとこれを99にしちゃうとその後一1個ずつずれる。 ずれたっていいやんけと国会通すぐらい、えー、そんなん通せばいいでしょというふうふに思うかもしれませんがこれを99から以降1個ずつずらすと例えば民法の条文を引っ張ってる法律なんていっぱいあります民法177条の規定のものについてとか言って条文番号を引っ張ってる法律っていっぱいあるわけですよそれ全部改正必要になっちゃいます 177を178にするとそうすると民法の98を2中条文入れるだけで何十何百という法律を国会通さなければいけなくなっちゃうような話になっちゃうわけですねだから条文番号をずらさないってことは非常に重要なんですだから条文番号をずらさないで新しく 条文を入れたいときにこの枝番付きの条文というのを入れることによってその後の条数をずらすことなく新しい法律を新しい条文を入れることができるわけですこれが枝番付きの条文ですねだから枝番付きの条文っていうのは比較的新しい条文が多いですね当初からある条文に枝番は付かないわけです 皆さんを苦しめる権利にねて当権というのがあります。司法書士では他の法他の試験よりねて当権についてすごく詳しく勉強していきますが、このねて当権は全部枝番です。三百九十八条のいくつっつったら全部ねて当権なんです。三百九十八条と九十九条の間にねて当権の規定全部入れたんで、三百九十八条の二、三百九十八条の三、三百九十八条の十、三百九十八条の二十、三百九十八条の二十二とか言われたら全部ねて当権の規定です。 こんな形で、後から枝番で入れた、これは新しい規定ですよ、なんてことが分かるかなというふうに思います。よろしいでしょうかね。で、逆の言い方をすれば、例えばですね、まあ、じゃあ、商法にしましょうか。商法で、商法というのも実は試験範囲で、 こちらですね商法商法というのも実は試験範囲なんですが商法って面白いことにこうやって商法ありますよね2枚めくっただけでなんと512二になってますどういう仕組みなんだこれと今2枚めくっただけの分かりました 戻しますよこの辺りまだ18条19条で隣のページ行くと30条31条あここですよ31条の次が501条になってますここがトリックでしたねここです32条から500条まで削除ということで 削除したときにこれも条文その後ずらしたくなかったということですよねえこんな形で、えー、まあ枝番付きで入れたり削除してもずらさないっていうのはまあ定数を変えないための工夫だとああいうことがわかるかなというふうふに思います、まあ、こんな形で,です、ねえー、削除したりしたあるいは入れたといったときにずらさないための工夫もしているんだよでちなみに この32条から500条まで削除されておりますがこれ、どのタイミングで削除されたのかというと,、えーっとですね、これは平成18年のタイミングで全部なくなりました平成18年のタイミングで全てなくなりましたでそのタイミングで何が起こったのかというと今日お話をした実は会社法が成立したんです昔はこの商法という規定の中に会社のことも規定されていたんですがそれが 会社のことだったらもっと独立したちゃんとした規定が必要じゃないかってことで大型化して会社法という規定として独立しましただから会社の規定が全て商法からいらなくなったので削除したわけですだから皆さんはこの会社法というのを小泉政権の時に作ったこの会社法というのを勉強していってその会社の部分が抜けた商法も勉強することになります 私は平成11年に試験を受けましたがその時には商法という法律しか勉強せずにこの商法の中にこの会社の規定もあったんですでもそれは今の会社法としっかりしたものではなくて本当にこうスカスカな条文だったんですだからもっとちゃんとマニュアルち,ょちゃんと規定しなきゃってことで、えー、まあ規制緩和も入れながら大型化したのが会社法なんですね だから、まあ、会社の運営からすれば非常にこう条文がはっきりしたし、現代化したし、まあ、あの一部規制緩和してその後強めたってことはありますが、まああのや,りや,まあ、やりやすくなかったことは知りませんがあの分かりやすく、分かりやすくもなってませんが、あの要はしっかりしたよと明確になったよということではあります、逆に言うと、勉強は大変になりました、昔は条文少なかったですからね。ですすかからら、まあ、会社運営するから 肩方からすれば不明確だったかもしれませんが勉強する人からすれば条文少ないから楽だったんですよ今はもあらゆることを規定してますからね定数もだいぶ増えて、えー、大変になりましたということで勉強は大変になったんですが会社の運営者からすればそれは明確にはなったよということにはなるかなという,ふうには思います。 よろししいでしょうかね、まあ、こんな形で今日は条文の読み方のところをお話をしましたで次回、ですねその下の部分語句の使い方とかあそういうところから話を進めていきたいとあとは民法の世界なんかにも進んでいきたいなという,ふうに思っております。 と、えー、ということで今日は全体構造の1回目ではありましたので、えー、司法書士とは何かそれからあ法律とは何かでその後法律をです、ね、少し勉強していこうという形でまだ民法には入っ,入っておりませんが法律の世界について少し話を進めていったよということになります次回は、えー、その話の続きをした後に民法の基礎のところに話を進めていきたいというふうふに思います でこの試験、非常に難しい試験ではありますが講義の方をしっかり聞いていただいてそれを着実に記憶していくということを積み重ねていけば決して、えー、受からない試験ではないです1回で受かる方毎年たくさん出ています、えー、ということでぜひ最後まで頑張って一緒に勉強していきましょう。 あのとというところで今日はおしまいといいととうことにしていきますでますでた、ですねこの全体構想のところでは何を覚えようっていうことまでは一つ一つはまだそこまで試験対策という話ではありません、今やっていることはしっかり理解をしていただいてこれから民法1回目からもう確実な知識につなげていく知識がどんどん出ていきますからそのための基礎として今、法律はこういうものかというのをしっかり理解をしていただいてただチェックしたり覚え てくださいといたところはしっかり覚えていただきたいんですがまあまた理解中心と、えー、法律の世界になれるといったところが中心かなと思います。えー、今日途中でお話しした通り、えー、これから本格的に勉強が始まっていきますからまずは環境づくりからということで、えー、次回の講義までに少しですねどこで勉強できるのかなとか電車の中で勉強できるかなとおあるいは家ああの勉強場所を整理しようとか本棚をこれから本が来るだろうからあ開けとこうとかああいった形の勉強の環境づくりですね。それをまずはあ最初にやっていただ いいいただければという,ふうに思いますそれでは今日はこれで終わりにしましょうまた次回あるいは3回目のところでこのです、ね、民法始まる前の基礎作りということをやっていきますまた勉強法の話だとかあとは六法だとか用意するものについても次回少しお話をしていきたいと思いますのでそれも慌てないで聞いていただければいいかなと思います。それれれででではは今日はこれで終わりにしまししまょうお疲れ様でした